みなさん、こんばんは。坂道のぼるでーす。はい、ということでお待たせしました。本日はアイドリープライドヴィーナスパーティーザファーストの感想会配信でーす。よろしくお願いしまーす。こんばんは。はい、なんかね、いい感じの BGM ないかめっちゃ探してたんだけどね、トークを邪魔しない BGM がこれくらいしかありませんでした。これか、あの作業雑談で使ってるジャズ BGM しかなくて、なんかもっとポップな感じのやつあったんだけど、喋ってるとこ邪魔するなと思ってね。まあ、あのすごい落ち着いたカフェ BGM にしたいと思います。もう今のぼるさんのさ、その BGM 保存してあるところさ、これ系のなんかカフェ系 BGM か、なんかすごい寝そうなやつか、めっちゃ騒がしいやつしかなくて、ごめんね、ちょっとこれでいくわ今日。はい、ということで、じゃあね、早速ですけど皆さんのね、こんばんは読んでいきたいと思います。はい、田中中田さん、なんちゃん、ゆきさん、メルさん、佐伯さやかさん、けんじんさん、ハリネジュフクロウさん、かがりちゃん、ぼせいさん、マグロスさん、ようこさん、戸沢たくみさん、あひとさん、あかなさん、でっちさん、ラスクールさんかな、ラスケールさんかな、どっちだろう、かたつさん、ジャッジさん、カステラさん、初見さん、ガロードさん、オーティさん、こんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。はい、ということでね、あ、そうだよ、私始める前にアンケ作ろうと思ったのにさ、忘れちゃったや。ね、みんな、その今回ね、そのライブに参加した人もいれば、もちろんその参加しないでね、お留守番してたよって人もいると思うのでね、ちょっとそれをアンケ取りたいと思います。はい、まあね、片方しか行かなかったって人もいるだろうしね。うん。ちなみに坂道のぼるは、両日とも行きました。土日行きました。筋肉痛やばいんだけど、みんな筋肉痛大丈夫？筋肉痛だよーって人。一日の筋肉痛やばかった。そう。二日目はね、なんか、乗り切ったね。ちょっとね、アンケ書いてる間に皆さんコメント欄でね、自由に、あの、発言しててください。はい。じゃあ、アンケ急いで作るね。あの、アイプラライブ関係ないけど、今日あれらしいね。あの、アイプラ配信者勢が、揃いも揃って20時から配信してるって私、ツイッターで見たんだけど、わざとじゃなくて、あの、たまたま被っちゃっただけなんだけど。まあ、その辺ね、示し合わせとか全くないっていう。うん、まあみんなね、それぞれ自由なので。まあ、あの、好きなところ参加してね。まあ、アーカイブも残りますからね。はい、アーカイブでも、もしかしたら来てくれる方いるかなと思うので。楽しんでってください。この多分2時間ぐらいになると思います、今日配信。だいたい前回どれくらいだったかな、2時間あったかな、あった気がするんだよな。うん、よし、アンケ作りました。よかったら押していってください。はい、あ、ついでにあの高評価も押しといてください。よろしくお願いします、助かります、押していただけると。で、アンケ作ってる間に来たのが、ともみさん、シエルさん、タツタニさん、セッピアさん、フォールルンさん、こんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。アイプラと聞いてきました、ありがとう。初見さんもね、いるもんね。お疲れ様でした、ライブお疲れ様です。本当にねえ、ちょっとコメント欄遡りますよ。ねえ、いやー、ライブね、楽しかったよ、本当に。本当に楽しかったよ。今から2時間ぐらいで語るから。喉に来てる。足と腕がやばい。あ、筋肉痛ですよ。多いね、多いね。湿布貼った？
湿布貼ったらだいぶ良くなったよ。あ、日焼けが辛いです。そうね、土曜日1日目は曇ってたからそうでもなかったかもしれないんだけど、2日目本当に太陽がギンギラギンだったので、本当にあの対策しないとめっちゃ焼けると思います、あれ。ねえ、お若いから余裕。若いね。ね、今日10時間働いた。お疲れ様でございます。はい。今日デイ3のタグあったな。デイ3タグあって、ん?って思ったわ。喉が痛い。声出した証拠ね。ねえ、2月のスリクス登場で、会話がざわつきが、ざわつきが気になり、10年ぶりに現地参戦を初日しました。おめでとうございます。あ、田中のくとさん、ステッカーありがとう。ありがとうございます。はい。ね、カンカン照りだったよ、ほんと2日目。2日目大変そうだなと思って。2日目は基本、日の当たらないとこにいたんですけど、まあその話もね、しながら、時系列を追ってね、話していきたいと思います、今日は。どうやって喋ろうかなって思ったのよ。今回初めてのね、アイプラライブ 2days だったんですけど、ね、前回はさ、その1day、前回までは 1day で昼夜あって、瀬取りもほとんど一緒で、だから差分だけね、ここ1日目はこれで、2日目はこれでって喋ればよかったんだけど、今回 2days だし、もう瀬取り全然違うから、もう1個ずつ話す。1個ずつ話します。ねえ、そう、あ、ガチャでトリエル T シャツ取りました。おめでとうございます。坂道登るはサニピ T シャツ当たりました。強い、地引きしました。サニピ T シャツ。その辺のね、物販の話とかもね、順を追ってやろうかなって思いますよ。で、今のところね、アンケート見ますと、50人近くの人がね、投票してくださってるんですけど、両日参加がやっぱ多いな。でも、お留守番組もいるね。なるほど、なるほど。まあ、お留守番組にもね、しっかり伝えられるように、ちょっと頑張るから、感じ取って。よろしく頼んだ。ってことは、で、2日目参加が 0% でね、1日参加が多分1人ぐらいいるっぽいので、まあ1日目はね、まあそのお留守番組以外の、お留守番組以外の人は、そうね、割とコメントができるんじゃないかしらと思って、まあ、ロム線もいるだろうけどね。はい、よかったら一緒に語ってってください。ね、よろしく。みんなでお留守番組にこの素晴らしさ伝えてこう。で、いっぱい感想をこう言った後に、ツイッターでね、ぜひ公式のタグを使ってね、円盤化希望って、入れていただければ。私は配信の終わった後に入れるんですけどね。円盤化希望って言ったらもしかしたら円盤するかもしれないので。で、お留守番組に届けよう。みんなで入れよう。はい。ねえ、ということで。まあ、なんか、噂によるとっていうか、なんかその推測みたいなところによると、ね、ライブの1日目の終わりに発表された CD? ね。ゼップツアーがサニピとツキストであるんだけど、年末年始にあるんだけど、それをなんだ CD を引っ提げてツアーやるよっていう感じなので、その CD の特典、初回購入特典みたいなやつ、初回版のやつがなんかブルーレイとかなんかつくから、そこに入るんじゃないかっていう噂はあるね。噂はあるけど、でもどうなんだろうね。そんなに早く円盤化できるんかって私思うんだけど、だいたい半年ぐらいかかるんじゃないかって思うんだけど、まあ、その辺わからないのでね。希望だけは言っときましょう。あ、それにつくのはパシフィックのやつ。あ、なるほどね。横浜の方か。確かにその線の方が濃いな。じゃあそれこそみんなで円盤化希望をね、声大きくしていきましょう。確かに。先に幕張来たら、あれ横浜はってなるわ。確かに。それはそう。確かにな。ねえ。まあ、一旦ね、この全体の話というか、まあ、なんかちょっと一通りコメント拾ってから、落ち着いてから、はい、1日目から語りたいと思うんですけど。
ごましょさんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。ライブ両日ともによかった。いや、よかったよ、マジで。もうよかった。あの、なんか、あれよ、なかなか私さ、メモにさ、感想書けなくて。よかったの気持ちが大きすぎて、よかった以外の言葉で表せないみたいになっちゃってたんだけどね。なんとか今日はメモにまとめてきましたので、思い出しつつメモも参考にしつつね、見ていきたいと思う、あの、見ていきたいじゃないや。あの、辿っていきたいと思いますよ。はい。ねえ。そう、なんかどっかのやつで見逃したな、コメント。これ読みたいやつあったんだけどな。あったこれこれこれ。そう、幕張ね、今回4階席まで埋まってるの初めて見ましたということで。いや、ほんと、めっちゃ席埋まってたね。びっくりした。そう、あの、私は、あの、なんだっけ、一番最初のやつ、リビギニングちゃんと調べてくればよかった。あ、待って、パンフレットあるわ。パンフレットも参考にしよう。パンフレットで、ね、そう、買いました？皆さん、物販のパンフレット。ちょっと私、ちゃんと全部読んでないんですけど、一番後ろにね、その過去のライブのね、セトリとかね、書いてあるのよ。あ、リビギニングで合ってた。合ってた。そう、過去のライブのお写真とセトリとかが全部載ってて、パンフレット。これ、マジでありがたい。あの、振り返るのに助かる。そう。ぜひ、あの、事後物販もありますので、ライブ行けなかったよって方とか、ちょっと過去のライブ実は行けてないんだよねって方も、お手に取っていただけると、おそらく、あ、過去こんな感じだったんだみたいな様子が、わかると思うよ。わかると思う。うん。だって幕張の時の写真とかって、ね。そうだよね。幕張かいこっちゃになってしまう、また。リビギニングの時ね。こんな感じだったんだよっていう。そう、こういう感じだったんだよって写真が載ってるから、ぜひお手に取ってください。はい。トトさんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。じいさんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。買った、パンフ買った、買って、あ、かさばるから買ってない。なるほどね。あのね、これね、ちょっと物販にも並んでたからさ、わかるんだけどさ、あの、会場の物販でパンフ買うとビニールついてこないんよ。なんか素で渡されるの。だけど、あの、ネットで買うとビニールついてくるから、ネットで買うのがおすすめかもしれん。割と綺麗に取っときたい方、ビニールちゃんとついてくる。事前物販はついてきた。事後物販はわからんけど、多分事後もつくんじゃないかな。ね、そう、びっくりしたもん。だって物販さ、行っててさ、前の人がパンフ買ってて、あ、ビニールついてないんだと思った。そう、なんかそんな違いも楽しみながら。やっぱ現地とのね、やっぱなんかそういう楽しみ方してます。へえ、違うんだと思って。林部智則さんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。初見です、1日目のみ参加です、お疲れ様でございます。ぜひ、あの、2日目の感想もね、あの、両日行ったリスナーさんとともに、あの、語りますのでね、ぜひ、空気だけでも味わっていただけると嬉しいです。そして1日目は一緒に語り合いましょう。はい。傷だらけになっちゃった、悲しい。うん、保存版も買おうかな。あ、確かにね、保存版として事後物販で買うのありかもしんない。うん。荻野東也さんかな、東也さんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、みんなの見たくて来ました、初見ですこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう。じゃね、1日目2日目、はい、あの、話しますので。うん。ガガガマルさんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありが、メッセージが消された。こんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。そう、あの、いや、わかったよ、あの、そうなんだよ、あの、同じ名前の方なのか、ご本人様なのかわかんないから反応ができなかったんだけど、見たことある名前だなって思ったよ。見たことある名前だなと思ったよ。ご本人様ですか。林部智則さんはご本人様なんだろうか。うわ、わかんないね。あ、一応本人です。あー、あー。
あー、普通になんか接してしまった。初見コメントを普通に接してしまった。失礼しました。ありがとうございます。あのね、何の話ってね思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、林部智則さんはスリックス の作曲編曲をね担当されてる方ですね。あ、嬉しい。めちゃめちゃフランちゃんね好きなんでね。そう、さくらちゃんさえ推しだけどフランちゃんも好きなんで、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとドキドキしちゃった。ちょっと平常心でね行きたいと思いますよ。ありがとうございます。もうみんなこの機にコメント欄で感謝伝えとこう。ありがとうございます。いや本当にマジでちょっとこの後語るんでよろしくお願いします。ライブのねことについてはね。はい、ライブ初参加だったんですね。なるほど。そうか、まあね、スリックスはね前回がそのなんだサプライズだよね、あれね。で登場して、で今回ね正式にというか、なんか最初からその来るよっていうねお知らせがあった感じだったので、なるほど。ちょっと落ち着くためにカルピスを飲みます。野良猫のんさん、こんばんは。いらっしゃい、来てくれてありがとう。こんばんは。すご、いやほんとすごーだよ。すごー。前回の夜の部がサプライズか。夜だっけ。何回言うねんって。そうだそうでした。夜だね。そう、前回は私両日行ってるんだもんね。だんだんなんかライブどれだっけみたいになってきた、ちょっと。お刺身から揚げさん、こんばんは。いらっしゃい、来てくれてありがとう。こんばんは、初見です。感想聞きに来ました。ありがとうございます。みんなでちょっとまだね喋ってないんですけど、これから行きたいと思います。ちょっとやばい、20分も使ってしまった、ここの前の段階で。大丈夫か、2時間で行けるか今日。ひーらさん、こんばんは。いらっしゃい、来てくれてありがとう。こんばんは。はい、ツカルピス助かる、ありがとう。カルピスね、本日のカルピスは、ゼロカルピスでございます。プラスカルシウムですね。カルシウム大事。そう、初見さんね多くて嬉しいですよ、私も。ね、みんなで語らいましょう。だってもう余韻がさ、みんなすごいでしょ。ちょっとそろそろ行くか。そろそろ本題入るかね。まあ1日目ね、ちょっと一応今日矢印持ってきました、分かりやすいね。あとセットリストはあれです、公式ツイッターからね引用させてもらってます。はい、公式さんからさ、そうセットリスト出してもらえるの本当に助かるし、本当にありがたいと思ったし、なんなら今回新曲多すぎて、タイトルなんだっけってなるから、本当にありがたいですね。次回もよろしくお願いしますね。ケントさん、こんばんは。いらっしゃい、来てくれてありがとう。グランベルさん、こんばんは。いらっしゃい、来てくれてありがとう。はいね。ね、そろそろよかったねーから、よかったねーから先進もう。でもなんか、もうマジライブよかったしかまだこの語ってないから、この20分。ね、一応そのライブのことについて一通り触れてから、最後、グッズの話だったりとか、物販の話とか、グッズだな、それも。の話とか、まあなんかその辺やっていきたいと思います。はい。ね、語彙力、ほんと語彙力ないないしちゃうから、ほんとね。ということで、じゃあ行きましょうか。スライドショーね、ちょっと見にくいかもしれないのでね、大きくします。はい、めっちゃ見やすい。あ、ちょっと位置が悪いな、こうかな、よいしょ、こうね、こうしたら見えるかな、こんぐらい大丈夫、見えますか、いけそうですか、よいしょ、いけたかな、見える、よし。じゃあね、まあ、早速ね1日目からスタートしたいんですけど、まあね、最初ねあれなんですよ、のぼるさん
の、まあみんなねチケットがこうさ配布されてさ、配布っていうかのね、あの数日前から席が分かるようになってたんですけどね、座席がね、なんだこのブロックの名前みたいなアリーナなんかあの IPV みたいなだったっけ、3つの種類ねあったと思うんですけども、あれあれさ、絶対アイドリー、プライド、ヴィーナスパーティーの順番だと思ったのよ、だと思ってたから、よっしゃよっしゃ結構いい席だぞって思ったのよっしゃいい席だぞって思ったんですけど、はい、1日目ねまさかのあの順番どうだったっけ、 V が前、 V 前 P 真ん中、あれどっちだっけで I が後ろ、そう I が後ろってのを覚えてんだよ何せ I にいたからね、 I ブロックにいたんですけど、1日目はなので後ろからの参戦だったんですよ、アリーナ、あ PVIPVI ね、 OKOKOK そう I ブロックにいて、あの座席表を見た時に、うわめっちゃ後ろじゃんって思ったのうそーと思って、ええアリーナ埋もれるんだけどこれと思って、うわマジかと思ったの。しかもさ、その座席表さ、ステージ前しかステージって書いてなかったじゃん、確か。そう書いてなかったと思うのよ、後ろステージだったら気づいたはずだから。で前にして前のステージしかステージって書いてなくて、そっか、まあ一日目だしな、しゃあないなと思ってしゃあないなって言って、あの会場入ってたんですよね、はい、ねえ。では2日目の話は2日目の時にねするね、座席の話はね。でまあそのままライブをね見たんですけど、クソ、あいわゆるクソ席だと思ってね入ってったんです。あのメモにクソ席って書いてあったから、クソ席って読んじゃった口が悪いね、はい、まあ、なんかまあ席悪いけど、まあ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 、でも入れただけでも入れただけでもね、アリーナね嬉しいし、まあ今回はねもう光の波になるつもりでね、もう全力でこの回を盛り上げるぞっていう気持ちで入ってったんですけどそう、あ自分は初日アイだと一緒か、ブロックね、うわって思うよね、あれ見たらね、そう思ったんだけど、そんなのね、まずもう曲始まったらもう席のことあんまり気にならなくなったのよ、うん、あ左右のどの辺かはねさすがにね言わないかなさすがにはね、あの今回クソ席ってあったのっていうのはもうあのこの後話すから、待って、そうね、でまあ最初1曲目よ、ちょっと1曲目ね、ここからもう1曲目の話しよう、1曲目ファイオミライオですよ。もうこの曲私めっちゃ好きで、いやめっちゃ好きでっていうのは、そのライブ的にめちゃめちゃ盛り上がる曲じゃん聞いたことない人はあのぜひ聞いてほしいんですけどね、あの手拍子も入り、もうめっちゃノリノリだし、ペンラもこうねえファイオーってこう上げれる感じめっちゃ楽しいから、やっぱね1曲目に持ってきたっていうのはこれはねほんと神だなと思いました。そう本当に、であのファイオミライオをあの多分ライブで見たことない人はついてくのマジで大変だったと思うなぜなら私はこれを経験しているから。そうあのファイオミライオって初披露がそのリビギニングの時、2020年の11月のね初めてのライブの時に、初めてその時に新曲として披露された曲なんですよ。そうだったの。だからなんかそのファイオミライオの曲がそもそも好きで、盛り上がる曲で1曲目から来たーっていうのもあるし、なんかその幕張の一番最初の幕張のことも思い出して、うわこの曲ここで初めて聞いたんだよなっていう解雇中がね解雇中坂道がねもう蘇ったね。そうしかもその時声出しできたから、そうなんだよ、そうなの。てかあの曲ってめちゃめちゃコールが多いんですよ、そのカッコ書きの部分多くて、乗れないけどサビでとりあえず横に振っとこうみたいなぐらいだったんだけど、もう今回ねしっかり声出しもできるようになりね、まあ、あの
一応音源としても出てますから、これね嬉しかったね。1曲目からめちゃめちゃそう、サビでライト左右に振るの好き、わかるわかる、タタ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 で振るのめっちゃ楽しいんよ、めっちゃ楽しい。ちょっとこの曲でずっと時間使っちゃうそう、あこれサビの振り付けで手つなぐようになったよね。あマジちょっとそこまでね見れなかったんだよね。そう、あの全然ステージは見えなかったんですよ全然ステージ見えないって思ったけど、まあでも、 もう曲でぶち上がりです。はい、うん、待って名前呼んだか分かんなくなっちゃったから、中川さんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。呼んだような呼んでないような気がしたのでもう一回呼びました。はいね、そう、まだクソ席、そうこの時点では私の中ではまだこの席クソ席ですよまあでも楽しいし、もう周り盛り上がってるからいいかなみたいな感じそう、最初のリビーニング参加者は何でアイプラ知ったんだろう。私の場合はもう完全にアイプラ知ったのはツイッターで流れてきたから、お面白そうやなと思って YouTube とか見てたら、なんかライブあるらしいじゃんで行ったんですけど多分他の人だとあれかな、ミューレのあれですね、1期生2期生の多分ファンの方が多かったんじゃないかな、多分そうトラセのファンが多い印象だった気がします、うんかな気がしますね、うん、あやっぱトラセ追ってたからそれ関連でした、なるほどね、うん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 、そうそう、スフィアとか、そうそうそう、あとそうだね、神田沙也加さんもいたからね、そうなのよ、神田さんもいたから、うう心がそうなんだよね、そうなんですよねもうそうなんだよねしか出てこなくなっちゃったそう、この頃は神田沙也加さんもパフォーマンスされてたんですよ、ここの舞台でここの舞台でされてたんですよそうっていうまあちょっとこの話はね、あの2日目の楽曲にもつながってくるところあるから、ちょっとここは置いとこう。そう、多分そこのね、まあ、ファンの方がね多分紹介は多かったと思います。あるらしいじゃんで、いきなりライブ参加は強いオタク軽率にライブ行くのでね、ね、まさかのサイバーの決算発表ニュースから知った組です強いな、それは強いな。あ、ミューレ3期生そこが初お披露目、なるほどね、なるほどなるほどなるほど、あ、ライブビューイングあったんだっけ、そっかそっかそっか、なるほどね、まあということもあって、はい、まあ、ファイオミライはなんかねすごい嬉しかった、そうすごい嬉しかった楽しいって気持ちと嬉しいっていう気持ちがもう1曲目から爆発でございますよ。でからのね、アイドリープライドね、ここね、いやもうアイドリープライドはもうそのそもそもなんだろう、なんか原点にして、まあ、原点にして頂点っていうとさ、さよならから始まる物語もそうだから、なんとなんか難しいんだけど表現が、やっぱこれだよねみたいな、ちょっと安心感のある感じ、これこれこれよこれこれみたいな感じまあね、アイドリープライドも盛り上がる曲でございますから、うん、あとあれですね、星見プロダクションっていうことで、今回ね、その、まあ、星見プロもしかりっていうか、まあ、みんな星見プロって言っちゃっていいのかな、うん、みんなね、あの出演者お揃い衣装だったんですけど、可愛いね、やっぱね、お揃い衣装ね、白ね、そう、今まではお揃い衣装が紺のやつだったからさ、なんか、あ、白ってすごいステージ映えするなと思って、ねえ、そう、星見スタート久しぶりだった、あ、そうかな、サニピスタートとかは月ストスタートあったっけ、あった気もする、ちょっと待って、あった気がするぞあるね、ある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 、そうだ、横浜はそうか、横浜はそうです、そうだもんね、そうそう、確かに星見は中野以来ですね、中野以来の、うん、らしいよ今必死にこのライブアーカイブスを開きながらね見てるんですけど、うん、いや可愛かったよね、衣装ね、そうそうそうっていう感じでね、お、いよいよ始まるなという感じがここで
でね、まあ、次はきっとあれかとか、そう、はけてったから、あ、次はあの、なんかグループかなみたいな、ここでなんか入ってグループかなとか思ってたらさ、急に後ろから音すんの。あ、後ろじゃない、これ、これ前か、これはあれだ、これ前だ、ブルースカイだから、これまだだ、まだまだクソ席だ私。これブルースカイサーバー始まって夏始まった、もうここで夏始まりました。ここで夏始まったんだ、そう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 。あれ待って、後ろはここか、後ろはここだ、違う違う、まだまだまだです、まだクソ席です。そう、ブルースカイサーバーはもうね、うわー夏だーって感じ。それは夏のせい、そうそうそう。生姜の佃煮さん、こんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。ブルースカイサワーね、ちょっと待って、私さ、感想のメモ全然見てない。そう、ここで一気にね、その夏感、フェス感が出てきて、全力で全力でもう声出ししました。そう、初めての、そうなんだよね、ここで初めてのリズノワ完全体、初めてというか、まあここでね、リズノワが完全体になりまして、久しぶりにですよね。そう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 、だったんだけど、なんかもうあれだね、かっこよかったよ本当に。なんか安定感あるしね。そう、なんかまあ、ステージ私見えてないんで、あんまりステージの感想が言えないのが本当に申し訳ないんですけど、あ、ただただ楽しかったっていう。中野以来の完全体感、ありがとうありがとう。そう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 ね、いやー、もうイントロで爆上げした、いや、めっちゃ楽しかったよ本当に。あとリズノワの曲って結構さ、おいおいっていう感じの声多いじゃん、声かけというか、なんていうの、掛け声多いから、すごいね、あのお腹使うからすごい楽しい。この辺であの喉とお腹のチューニングをし始めました。はい、うん、そう、やっぱ前見えないのよ。やっぱ埋もれて前は見えてません。ただあのもうあれだよね、やっぱ幕張のさ、なんだ、今までさ、その会場はそんなそこまで大きくなかったというか、あれだけど、やっぱ幕張になるとなんかもう全然規模が違うっていうか、なんか音響が違うっていうか、すごい音がこう、何、心臓に響く感じで、それこそね、ブルースカイサマーって結構激しめの曲だからさ、おーみたいな、おーって感じ。もうなんかそれでね、もうテンションも爆上げでございますよ。やっぱ音違ったよね。まあマイクとかのね、部分に関して言うと、まあ、1日目より2日目の方が安定してたってところはあるけど、でもやっぱ幕張違うなっていう感じはした。ねえ。そう。上から見てるとペンライトの盛り上がりすごかった。いやー、2日目はそっちの話します。実は2日目は上からなんですよ、私。なのでね、そっちの話しますね。そう。でまあファイオン未来はでわー盛り上がってさ、アイドリープライドでさ、うわーってなってさ、ブルースカイサマーでうおーってなったあとよ、急にあ、この曲はもしかしてっていう、世界は夢を燃やしたがるね、来ちゃうんだよここで。いやー、ちゃんと予習してった、みんな。そう、もやしね、もやし。もやし来たんですけど、予習した、私はね、絶対来ると思って予習してったの。この曲さ、すごいその、しんみり系なんだっけ、しんみり系というか、なんかこう、なんだろう、落ち着きつつも、なんか裏側ではすごい情熱を燃やしてるみたいな感じの曲なんだけど、そう。これ待って、この曲って、何で、あれだっけ、円盤じゃない、あの CD。ちょっとさっき確認したんだよな。さっき確認したんだけど、忘れちゃったな。これは、約束か。アルバムの約束に入っているんですけど、聞いてない方はぜひ、はい、聞いてみてください。約束ね、約束に入ってます。なんだけど、この曲ね、あれなのよ、セリフパートがあって、そう、歌い、なんかその、3人が歌ってる中で、あ、セリフパートあれ誰だっけ、セリフ、愛ちゃん、あれ、セリフパート誰だっけ、
そう、 CD しか聞け、でしか聞けない、そうゲームにも実装されてないの。マジ、え、ゲーム実装しないのかな。マジゲーム実装しないのかな。で急にもうライブ来ちゃったから、あ、あれリオさんか、リオさんか、リオさんか、そう、あのセリフパートがさ熱いんだよね。そう、ありがとうありがとう。あのちょっと私結構記憶力はそこまで良くないから、あのみんなの、みんなの助けが必要です。ありがとうございます。そう、セリフのとこがね熱いんだ。ちょっと歌詞も覚えてないのすごいあれなんだけど。ぜひあの歌詞と楽曲一緒に確認してみてください。そう、突き進めっていうとか好き、なんかそういう歌詞あった気がする。ちょっと嬉しい。でもさ、ゲームで実装するってなったら、あのセリフパートないんじゃないか。あのセリフパートってさ2番目ぐらいじゃない、確か2番じゃなかったっけ、違うっけ、どうだったかな。そう、ゲームで実装もしされたらあのパートってどうなるんだろうと思って。2番目だよね、多分ないよね。ということはやっぱりライブで歌ってほしい曲なのよこれは。まあそうそうそう、でね、うわあ、ついに来たかこの曲って思ってジーンとしていた矢先ですよ。ジーンとしていた矢先、あのね、次の曲が始まるんですけど、ここから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 の、そう、姫ごとリップトリニティエールって書いてあるんですけど、この曲新曲です。はい、あの知らないイントロが後ろから流れ、後ろからっていうか、なんか知らないイントロが流れて、前全然明るくなんないの、え、全然前明るくなんないんだけど何って思ったら、みんな後ろ向いてるから、え、えと思って後ろ向くのよ。えって向いたら後ろにいて、えみたいな、クソ席じゃないじゃんここみたいな。神席確定、そう、神席確定演出入りました。はるさんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。そっか、のんのん忙しいのか、なるほどね。そう、新曲でまさかの、後ろにサブステージがあることを知るっていうね。まあ、あの私結構入場遅めにね入ってったんですよ。だからあんま周り見る時間なくて、なんかそのなんか黒いのあるなと思ったのよ、後ろの方になんか来るの、まああれかな、 PA 席とかのなんかあれなのかなと思ってたの、だからあんま気にしてなかったんだけど、サブステージだったらしくて後ろ。そう、クソ席から神席へ。もうタイトルつけるならそれだよね、ここからここから始まる。そう、しかもトリエルこの日、そのこの日のそのね、まあ、初回の曲じゃない、だからそれ新曲で来るんだと思って、えぇ、ー、と思って、急に可愛い、美しい、あの綺麗がね目の前に展開されたのよね。そう、あのめっちゃよく見えました、めっちゃよく見えたし、もうね、なんかあーって感じ。もう、まあ、新曲だからまず乗り方わかんないから、とりあえずフェンラはなんか曲に合わせての、あの振って、あ、もう好きあらば手を振る、まあ、結構ねやっぱトニエルの皆さんはあの結構合間合間で手振ってくれるんですよ、ね、ファン差がすごい、ファン差がね結構細かいので、もうなんかそれに合わせてわーわーって手振っちゃう。わーって。そうなのよ、新曲の時他の人が対応早すぎて、もしかして俺聞いてなかった曲かってなりました。ある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 。うーん、上から見てたからリズム終わりかららへんにトリエルさん待ってるの見えてました。それね、上から見てる人の特権だよね、あのそのスタンバイとか終わった後のハケが見れるっていうところ。うん、そうそうそう、待ってるのがあってね。こうなるはずだったトリニティセールって言われるトリエル。どういうこと。でね、まあ姫ごとリップ、あのなんかあの サビのメロディーしか覚えてないんですけど、そのタナタタタタルタタタタみたいな感じ、確かそんな感じだよね。あれのサビの
振りがめっちゃ好きで、はぁ好きってなった語彙力ない語彙力がないんだけど、早く実装しないかな。どうやらね、あのトリエルの夏曲らしいので、はい、まあそのうち実装されるんだろうな、ゲームでと思ってるんですけど、それを思うと世界は夢を燃やしたがる、いつ実装しないのって思うんだけどあの何、一周腰回すとこが好きなの、ぐるって、あのサビの後半らへん、そう振り付けがめっちゃ好きってことだけ思います。だ多分姫事だから、なんかこうシーみたいな感じのポーズも確かあった記憶もう記憶だんだん薄れてるんですけどね、まあ、8月かなどうかなって感じ。つまり水着第2弾が、わからないよ、姫ごとリップどっちで来ると思う、何で来ると思う、衣装水着かな。でも結構しっとりめだったよ、結構しっとりめだったし、それこそあの2周年のあのカウントダウンイラストとかめっちゃ合いそうだなって思った。あの白系ね、白系のお洋服とか絶対あの曲合うだろうなと思って、てかまあ白系の衣装だったんだけどね、あの周年衣装だったから白系の衣装だったのがもう目に焼き付いてたから、もうそれがあれ来てるんだと思うんだけどね、そう白ワンピとかめっちゃ合いそう、わかるねえ、あ今のでサビ思い出しました、ありがとうございます、よかったよかったトゥルトゥ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 ルトゥっていうそこのメロディーだけ覚えてる、それ以外全く覚えてない、うん、まあということなので楽しみにしてます実装。はい、今月末サニピ、いやまあ多分そう思う、でも来、でもどうだろうね、まあでも来月じゃない？トリエルと思うよ、今月末サニピ、まだ浴衣着てみたいな感じかな、わかんないですけどね、今回のライブは2階の照明席が一番安定だったと思った、いやーあれはね強いね、見やすい見やすい、近いだもんね、ちょっと羨ましいですねはい、サビすら覚えてなかったので助かりますあよかったよかったそうね、いやーあでそう見てて思ったんだけどさ、2階席のさ多分1列目かなに多分その振りコピで楽しむ系のあのファンの方がいて、あの姫ごとリップにも対応してたのめっちゃ面白かっためっちゃ踊ってるって、あれなんか笑っちゃわないのかなって思っていたよね、真ん中だよね、多分真ん中の一番前にあの振りコピ勢の2人組かないて全部一緒に踊っててね、お新曲にも対応してると思ってそこも一緒に楽しんじゃった、そうあれ目立つよね、てかあれ円盤あったらさ、あれ多分さ入るよねあれ映るよね多分面白いな、なんかそこ含め楽しみました。まああのライブの楽しみ方はね、あの迷惑かからなければあのいいとは思っている派なので、まあそれが別に公式とかじゃないですよ、まあ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 、なので他人に迷惑のかからない範囲で楽しむのがいいと思うので、はい、あのペンラフルもよし、まあ踊ね、軽く踊るはよしね、あの地蔵で見守るもよしだと思います、はい楽しみ方はそれぞれだと思いますよ、うん、まああのね、運営から禁止されてるなんかあったね、あの光が強いやつやめてくださいみたいな、あと激しい動きとかやめてくださいねみたいなありましたけど、はい、まあなんかそういう楽しみ方でね、いいなと思いました、見てて楽しそうだなと思って、そんな印象の強い姫事リップでしたけど、ねえ、まあ、でその後のねレアリージェですよ、まあ、ここは安定だね、安定のもう美しさ綺麗さ、よかった、ちょっと待って、なんか書いてるかな、あでそうそうだそうだ、あの
メモにね、リアリゼ、綺麗、圧巻、遠くで見るのと近くで見るのじゃやっぱ違うねって書いてあるんですけど結構そのこんなに近くで見たことなくてそれぐらい近かったんですけど、こんなに近いのっていうぐらい近かったんですけど、よかったあ、やっぱなんか近いとね迫力あるね。よかったな、もうよかったなーっていう言葉しか出てこないんだけど、まあこれはね、これはぜひ現地で聞いてほしい。うんそう、神石の喜びをかみしめてる目もそうねえ、あの曲はフォーメーションキーだったからバックステージうまく使ってた。そうね、結構トリエルの曲ってさ、フォーメーションが多めっていうか、その何、3人でこう三角形フォーメーションみたいな感じ、伝わるかな。そのステージに対してこう三角形作るように立つ感じが多いからね、そこにそれに対してこの360度観客がいるっていうステージ環境っていうのはすごいなんか合うなと思って、まあ、結構あの他の何ファンの人にこうファンサをしてるところとか見るの好きなので、なんかあいいなーって、すごいライブしてるなーっていう感じがあったのと、まあ、あとあれだね、また開口中になっちゃうんだけど最初の幕張の時もそのセンターステージ、花道があってセンターステージが ある構成だったから、やっぱそのそこでね踊ってるウトリエルを見てたわけだから、やっぱそういうなんだろう、絶対王者感というか、なんかめちゃめちゃステージの使い方慣れてるな感っていうのが改めて見れてすごい楽しかったです。はい、あ、バックステージの時は前方の席だと見づらいからスクリーン見たくなる。そうね、そうなんですよ、あのバックステージやってる時はあのモニター、あの正面のモニターに映っているので、まあ、あのね、見えないって場合もそのモニター見たら見えるよっていうような仕組みになっておりました。はい、ねっていう感じです。でこっからよ、てかさ、ここまでさマジで休憩ないんだよねこっからさ、星見プロ、リズノワ、トリエルって、休憩なしにひたすら曲にぶん殴り続けられてる中、ここでまたね、また後ろからね始まるソーワットがねそしてまたクソ席言わないよね。もうだってもうここでバックステージあるって知ってるから、そう、まあ、確かに、あ、スリクス正面かっていう気持ちはあの5ミリぐらいあったけど、まあ、スリクス正面、うん、まあ、そうだよね、まあ、入れ替えあるもんなって思って、まあ、正面だよねっていうのは思ったけどそうあったですよ、ここで最新曲初お披露目、そわそわしたよ、すごいめっちゃ楽しかった。もうソーワットで一番やりたかったことが、あのサビ前のあのダンスタイムっていうか、何タイムっていうの、あそこ、こう B メロ終わってこうダンスタイムよねあそこであのゲームの感じだとあのふーっていうのが入るのよ、サビ前に。あれやりたくてあの初っ端のそのサビ前からね声出しましたこれはね結構その周りあんま出さないなと思って、ちょっと様子見しちゃったんだけど、他にもいたから、そうふーってやったあ、音源に少し歓声混ぜてます。あ、そうなんですね。じゃあ私それ聞いて、あ、言っていいんだと思ったのかもしれない。めっちゃもう一番サビ前からやりました。できました。いや、めっちゃ嬉しかったね、あれ。やっぱね、そう。いいな、なんかあの裏話聞けるのめっちゃ嬉しいな。ありがとうございます。ね、ふう、楽しかったよね。楽しかった。わかる。いや、もうなんかスリックスの強さっていうのがさ、もうそこで改めて感じたし、あと生のね、あのね
歌唱もそうだし、そのアハハハの部分も好き。そう、一番目はかなちゃんだよね、だよね。ちょっと待って、ちょっと不安になってきちゃった。で、2番目がね、みほさんなんだよね。で、みほさんのさ、アハハハちょっと低めでさ、あ、かっこいいってなった。そう、わかる。スリックスはみほさんの低音めっちゃかっこいい。いや、ほんとに。めっちゃかっこよかった。いや、よかったですね。わかる。シーバさん、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとう。こんばんは。かっこよかったよね。いやー、よかったですよ。ソーアット見に行けて。なんか、もうちゃんとライブで見たから、その、音源聞いて脳内再生できるようになったからね。ほんと。いやー、楽しかった。楽しかった、ソーアット。あの、もう、ふーに、全力をかけた。もうここでもだいぶやりたいこと達成したね。うん、したけどその後にトップオブザトップスですよ。ここでちょっと待って、私の記憶が正しければここで初トロッコなはずなんだけど、合ってる。ここで初トロッコだった気がするんだけど、そうですよね、合ってますよね。いや、なんかこのアイプラライブ初めての今回トロッコの起用だったんですけど、それが一番手がスリクスで、しかもその曲がトップオブザトップスってところに痺れた。マジ。もうあれは、あれはもうなんか、もうこの会場を制圧するみたいな感じ。もうなんか、もう絶対王者感。そう。ね、そう、美穂さん、そうね、そうなんですよ。トロッコ2つあって、まあ、左右にね、分かれて、ステージ見て右がかなちゃんか。で、左がね、あのフランちゃんで、ステージが美穂さんっていうことで、あ、ちなみにすいません、あの声優さんじゃなくてキャラで語ってしまうんですけど、っていうね、ところで、そう、みんなね、バラバラで、あの、目足りないと思った。目足りなくないこれと思って、どんどん3人離れてくのよ。どこ見たらいいんこれみたいな。美穂がステージに残されたのもスリックスっぽいね。いや、ほんとそう、同じトロッコには乗らないという強い意志。まあ、いや、あれはね、私すごいいい演出だなって思ったよ。なんかその、まあ、中の悪さでああなってるのかどうかは分かんないけど、なんかこう3方向からこう、なんでしょうね、こうぶつかり合うというか、ぶつけ合えられる。まあ、なんか感じをこう真ん中で受けるっていう、めっちゃ良かった。めっちゃ良かったし、あとそのトロッコがあることによって、まあね、あのステージ前のアリーナの席だったりとか、ね、後ろ側のそのスタンドだったり、まあ、後ろアリーナ席だったりはよく見えてたんだけど、そのトロッコがあることによってサイドの方たちもね、そうスタンドの方たちも楽しめるっていう、これがね、本当になんかどの席になっても嬉しい感じ。ほんと今回のねライブは満足度高めのあのライブだったんじゃないかなっていうの本当に思います。いや、ほんとトロッコありがとう。トロッコに感謝って感じよね。あ、人力トロッコ間近で見ました。そう、トロッコって人力なんですよ。そう。美穂はトロッコの振動でコンタクト落としかねない。それはそれでいいな、面白いな。そうね、V ブロックど真ん中の自分どこ見ればいいかわからない。もう音を感じるしか。そう。ねえ。ツーパナスさんでいいのかな？こんばんは、いらっしゃい。来てくれてありがとう。こんばんは。初日アリーナでトロッコが真横通ったからやばかった。いやー、あれはね、嬉しいね。いや、アリーナ側はね、見下ろされる感じになるんですよ。それも嬉しいし。ちょっと語弊があるかもしれないけど。それも嬉しいし。ね、スタンドだともう正面に来るから、正面だったりね、あのまあちょっと下かなで見えたりするから、うん、あれは
あれはね、よかったね、うん、トロッコは多分ね、どこも人力なんじゃないかな。私人力以外のトロッコ見たことないからわかんないんだけどね、あれはあのステージのね、あの作ってる方とかが動かしてるって私は聞いたことあるんですけど、今回がどうだったかはわかんないんですけどね、まあ、演出の携わってる方が弾いてるみたいです。はいねえ、トップオブザトップスが一番難しい気がするので、あの曲でトロッコってのもすごいですよね。確かに、なんかねえ、いやーていうか、まあそうだねいやかっこよかったってか、そのなんか やっぱ制圧されるっていう言葉が多分一番しっくりくるんだよな。これ3人のなんだろう、プロ感がすごかったここでうちは大活躍。そうねトロッコがあると何があるって、あのファンさんを求めやすくなるのよねそう、この後もね、あのトロッコ出てくるんでね、その時に語りますけど、あ、機械制御ってか、あの人力じゃないやつで、めちゃめちゃ大きいやつであるらしいです。なるほどね、ありがとうねえ。いやートロッコでマイクおなくなりになってた。そっかそっか、いやそうだったっけ、そうだったかもしれない。いやでもなんかもうなんかいろいろ満足だったよ。近くには来るし、曲はいいしみたいな、めちゃめちゃ浴びれて、でね、まあそのトロッコだとさ、こうスタンド側見てる時とアリーナ側見てる時でまあそれぞれ分かれたりするんですけど、でも結構まんべんなくあのね、あのお手振りしていただけたんじゃないかなと思って、いや本当にありがとうございます。浴びました、いっぱい浴びましたね、この時うちわ買えばよかったってなった。私もねこの時になったんですよ実は私1日目うちわ持ってなくてあ、1日目うちわないと思って頑張ったんだけどうちはなくてうって後悔して、多分2日目の方がうちはの売り上げ良かったんじゃないかな、どうかな。そう、うちははね多分ね、あの何枚あってもいいと思います。あの再押しじゃなくてもね、あのぜひ買っていいと思いますよ。本当みんな、このキャラ好き、この方にファンさんもらいたいって方はね、ぜひうちはをご用意するのをおすすめします。次回トロッコあるかわかんないけど、まあ、ジェップはないと思うけどね、さすがに。じゃさすがにね、会場規模的にねそうですね。いやちょっとコメントもね、あのちょっと追いながら、ちょっと飲み物を飲みながらね進めたいと思います。なんとなくうちは買ってた自分を褒めてやりたい。うちは最終的に買った絶対最終的に取り、ちょっと買っとこうかなっていう人増えたと思うよ、多分1日目夜と2日目一人でステージ支配してた美穂さん、さすがでしたね。いやそっち側見れなかったんだよな、だからこその円盤欲しい、本当に円盤欲しいです。目が足りないです、あんな3方向からトロッコステージされたら。ペンラ黄色移植も初めて見たんだけど圧巻だったな。いやそうなんですよね、スリクスってその個人カラーがないので全員黄色なので、そうなんですよ、ここでね黄色に染まるっていうのが、まあそれもそれでさ、やっぱ制圧感制圧されたい欲すごいなね、いいよね、って感じでございました。そうですね、あ、へえ、2日目に追加のうちわ買おうとしたら売り切れたのもあった。そうだったんだ、なるほどね。ハッピー勢はしっかりアピールできたのだろうか、どうだろうね、こう背中見せつけてやるぐらいじゃない、あのガンってここにいますぜって、スリクス揉めるからカラーないのでは、そういうことそういうことなん。私勝手にあれなんだっけ、あの2周年のカウントダウンのドレスの色をそうなのかなって思ってるけど、ねえ、
まあという感じで、はい、まあねえ、私的に思ったのはうちわもそうだけど、あのなんだっけ、専属タオル、専属タオルも再販してほしいなって思った。専属タオル、あれもさ、あれも結構大きいじゃん、うん、ね、まあ、あの掲げるとちょっと後ろの人の邪魔になってしまうので、あの胸元ぐらいで留めてほしいとは思うんですけど、でもスタンドとかでさ胸元に掲げたらめちゃめちゃ目立つと思うんだよね。そうで、専属タオルなんかオンラインストアからも消えてたんで、いや買おうとしたんだよ。追加でちょっと買っちゃおうかなと思って確認したらなくなってたので、ライブ前はあったはずなんだよね。ライブ前、何週間前はあったの。そこで買えなかった自分がすごい悔しいんだけど、うん、専属タオルの再販を求みます。よろしくお願いします。あとタオルだとね、うちはほどはかさばらないというか高さがないので、のでね、多分タオル欲しい勢もいっぱいいると思うよ。思いますよ。公式さんどうですか。うん、専属タオル色打ちするらしいので洗濯難しいら、むずいらしいです。あ、なんかね、その話前聞いたらね、なんか手洗いとかなんか軽く揉むぐらいのがいいかもみたいなのを聞いたので、あの軽く洗うのがいいと思います。はいね、あの あくまでもあれですよ、誤って漂白剤なんてものを使ったらアウトですからね、気をつけてください。専属タオル2枚持ちしにくいななんて、あ、確かにね、うちはも2枚持ち、あ、両手。いや、しにくくないって思ったけど、まあ、確かにな、うちは、うん、まあね、うちは結構高めに上げてる人いましたけど、あれ絶対後ろの人見えないですからね、気をつけてくださいね、ああいうのはね。はい、これからいろいろ増えるのかな、うちわのね種類とかもね、どうなんだろう。うちわと専属タオル両方出してファンさんもらえて、それは神。おめでとう。うん、そのうちあれだね、なんかあの公式からのさ、あのレギュレーションっていうか、あのこれルールでさ、うちわや、あ、でもあんま高く上げないでねみたいなペラの紹介なかったっけ、なかったかな。ね、うちわやタオルはむ、ね、胸の前にしましょうみたいな出そうな気がします。はい、ということでちょっとうちわトーク長引いてしまいましたけど、ここから MC で、ちょっと待って記憶マジでないんだけど、ここの MC 誰だ、ここの MC は、ここの MC はあれか、リズノワトリエルスリクスか、合ってる3チームか、あ、3チーム合ってる、スリクスじゃない、ちょっと、みんな出てきた。結構みんなも記憶ね、ほら、そう、みんなで保管してこう。3チームだよね、3チームで、で、あれだね、あのお衣装お披露目会だね、確かね、そうそう、回ってーのやつね、回ってーだったね、そう回っての回です、ここ。あのね、リズノアのね、リオさん、あのはがあの代表で回ってましたけどね、とまっちゃんね。ちょっと声優さん一覧もちゃんと出しとこうかな、ちょっと不安になってきちゃった。そうね、回ってがさ、中腰っていう。そう、あ、そう、スリックスもね、回ってくれたね。スリックスはあの2人が回りますって、あの美穂さんがね言ってくれて。そう、回ってでね、トリエルね3人ね、いや、なんかあれだったね、あのさすがだなって思った。なんかもう回り方もプロなんだもん、もう慣れてるなって思った。慣れてるし、後ろもねしっかり見せてくれる感じね。そうなんかお衣装の話が印象深くて、あんまり MC ってか MC もそんな時間なかったよね、多分ね、結構短めだったと思う。キャラを全力で守る美穂さん、キャラを全力で壊すリオさん。そうなんだよな、そうなんだ、で安心安全のトリエルなんよ。もう完全に解釈一致でさ、そう、いやー面白かったなね。
そう結構 MC 短かったよね。そう全然なんか、まあ、なんか新曲披露させていただきましたみたいな感じので、ねまあ、こういう曲でしたみたいな話をしてもうなんかささささって感じだったので、ほんと1日目マジで休憩ないですマジで2日目の方がまだ MC 長かったんじゃないかな多分ね。あやひが MC で出てきて、ダジャレ言わなかったの初めてだった確かに言われてみればあやひさんダジャレ言ってない。もうなんかそういうおちゃらけタイムも全然なく終わってしまった。うんね、曲すごかったから短めにしたのかな、で休憩なかったよね。うん、もう本当そうお水飲むタイムはもう頑張ってこう自己紹介の時はペンラ振るから、自己紹介はもうみんなのペンラ振るから、その後にちょっともう様子見て水飲むぐらいの、うん、それぐらいの忙しさでしたね。ねえ、そうそんな感じでしたね MC は。ということでね、まあ、曲の話いくんですけど、うん、シンプルにみんなで MC する姿見たの幸せでした。いやマジでフルでね、そうなんだよね、初日はフルで揃っていたので、ここは嬉しかったな。でもなんかここで MC 入って、でもね怒涛のグループ曲からの、こっからまた怒涛のグループ曲始まるよちょっと上に行きましょうか。ちょっとねスライドショーもなんかだんだん下になってきたので、よいしょよいしょ。すごいな、曲数多いな、やっぱ24曲多いな。いつも何曲 ?15?15、16 らしいよ。そんなにやった10曲ぐらい増えてるってこと？はあ、すご、10曲近く増えてんだ、多いね。うん、男性陣と姫野以外はいたそうね、そう、マネージャー陣はね上がらないからね。まあということで、ここからハイファイブでピースサインの話するか。これさあまりにもさ新曲とさ既存曲のさこのぐるぐるラッシュが多くて、新曲あれ既存であったっけと思ってでもなんか新曲な感じしないぐらいサニピに馴染んでて、この曲新曲って言われて、あやっぱ新曲だよね、あそうだよねみたいなそうだよねってなったハイファイブでピースサインね。いやでもね、私どっかで消えたような感じするんだよな、すごくっていうぐらい本当にサニピに合ってる曲で、そうウォー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 から始まるんですけど、そうみんな歌ってって言って、まあ、とりあえずね歌ったんですけどね特殊イントロの既存曲かと思った私も最初それ思った。でもあれでも聞いたことないけど、でも曲調知ってる気するしな、うーんみたいなで、なんか疑心暗鬼の中であのフルで聞いたんですけど、新曲でした。ゆきしこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんはでもみんな歌えたね、おーおーおーおおできました。そうね、ちょっともうメロディーとかはちょっと自信がないのでウォーウォー以外の自信がないので、早く実装してください、よろしくお願いします。そう、入りのイントロ聞いたことある感じだったよね。わかるこの曲知らないなみたいなそっか、You and Me から1年ぐらいサニピ新曲なかったのか。そっか、それで言ったら新曲タイミングかねえ、まあこの曲はセリフがあったけど、そう、姉ちゃんの抱きしめてと、あとあれだね、ちさちゃんのなんだっけ、信じてるか、合ってる、信じてるだよね。で、さくらちゃんが、まあ、セリフラストサビ前でセリフ言って、大好きって言ってくれるやつね大好きって言ってくれるやつね。いやー、湧くね、あれはね
うおーってなるよあれは。うおーってなる。やっぱセリフある曲って最強だな。めっちゃ楽しかったです。ねえ、めっちゃ可愛かった。萌子さん可愛すぎた。ねえ、みんなあのライブライブ行くとさ、あのレイちゃんファンが増えるというか、あの萌子さんファンめっちゃ増えるよね。わかるわかるぞ、可愛い。わかる。でもちなみにあのサニピのあの演者さんの中では私あのずっと言ってるけど、あのもちろんね、マイマイも好きなんだけど、あの直すの顔がめっちゃ好き。ずっと言ってる、ずっと言ってるんだけど、そう好きなんです。萌子好き。萌子さん可愛いよね。可愛い。いやもうみんな可愛いんだよ、みんな可愛い。そうみんな可愛いんだけどっていうやつね。そう。もうねえ、あ、2日目の話になるけど、レイがナンバーワン。もうそれはもうね、それはレイ推しです。レイちゃん推しです。あとね、まあこれ MC の話にもちょっとなるけど、あのレイちゃんのファンの方、よくさ叫ばない、よく萌え子って叫ばない、違うかな、レイと言わないよね多分ね、萌え子って叫んでる気がしたんだけど。よく叫んでるオタクいるなっていうイメージです。萌え子ってよく言ってるよね。そうだよね、私の、あの幻聴じゃないよね。幻聴聞いてないよね。よかったよかった。そうそうそう。でね、まあ、ハイファイブでピースサインやって、でエブサニよ、エブサニね。いやエブサニ楽しいからね。エブサニはいい。ちょっと待って、どこでトロッコだっけこれ。トロッコどこだ、トロッコあったよね、これあれかな、最後かな、え、サマホリ、サマホリでトロッコだっけ、エブサニとトロッコか、エブサニトロッコか、ここか、トロッコ。いやー、めっちゃ手振ってくれたし、私ここで私ね、あれをマイマイに手振ってもらえた。これは私きっとマイマイに手振ってもらいました。ルン、こんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。ねえ、いやー、そう、エブサニよかった。もうなんかその手振ってもらえたっていう印象強すぎて、まああともうね、あの可愛いっていう、そうで、もうここから飛ばしていくけど、もうね、サマホリ、ちょっと喋ることなかったかな、ちょっとメモ確認しとこう。あ、でも大丈夫そうだ。サマホリね、行きます、サマホリ。いやー、サマーホリで夏来たよ、これで。これでサニピの夏やっときました。ね、あ、トロッコでハート作るポーズ可愛かった。私なんかそこ毎回逃してる気がする。いやー、なんか1日目も2日目も逃した記憶があるな。エビーデイサニーデイのね、エビーデイが完全にライブ仕様だった。叫ぶね。演者さんも叫ぶね。そう。エブサニも楽しくて、で、サマホリでもっと楽しかった。もうこれはね、待ってたよ。こんなに叫べるね、サマホリで。あの、本当に待ってました。よかった。あの、ね、サニピーのさ、その、サニピーのじゃないや、サマホリの2番終わった後の、その名前呼ぶとこね。みんなで名前呼ぶとこ。あれができたのがマジで嬉しかった。叫びました。あのマジでこれ以上の声出ないだろうぐらい叫んだ。超全力で叫んだ。ね、曲のコールでアイドルの名前呼べるの最高すぎる。いや、それなんだよな。そう、あのさ、そう思ったことあって、結構さ、アイプロのライブでさ、例えばその吐ける時とか、曲の合間の吐ける時とか、なんかあのね、その1日目の公演が終わって、またね、じゃあねのところで叫ぶ人少ないなと思って、アイプラ。
なんか、まるまるちゃーんみたいなの少ないなと思って、あの、萌え子勢はいるけど、萌え子王勢はいるけど、なんかそれ以外あんまいないなと思って。だからなんか、ここで叫べたの嬉しかったなって思った。それはコロナのせい。そういうことかな。そういうことなんかな。そう、少ないんだよね。だから、あの、叫ぶか迷っちゃうんだよな。結構。次回叫ぼうかしら。ねえ、なんか吐ける時とかに。でも、迷うんだよね。マイマイって叫ぶか、さくらーって叫ぶか、すごい悩むのよ。そう、さくらちゃーんっていうか、迷ってる間に終わるのよ。その辺がね、わかんないな。どっちが嬉しいんだろう。演者さんがなんか、こう呼んでくれると嬉しいなとか言ってくださるとすごく、なんか、方針欲しいよね。方針が欲しい。なんか、あの、厄介にはなりたくないから方針が欲しいみたいな。他のコンテンツ系はどうなの？みんな他のコンテンツ知らないからさ、よかったら今度教えてください。方針ないからどっちでもいい。あ、なるほどね。逆にね。方針決めるとちょっときついから、きついからってこと？なんかね、あんまりさ、厳しかったりするとさ、いわゆる〇〇警察って言われるものがね、あの、自治警察が出てきたりしますから。他だと中の人の名前を呼ぶ。なるほどね。あ、そう見えた方で呼ぶ。なるほどな。なるほどな。あ、方針あると新規さん入りにくい。確かに。なるほどな。あ、そっか、萌え子って言えなくなっちゃう可能性があるのか。じゃあ方針立てない方がいいか。まあね、なんか、どっちでも嬉しいけどとか、あの、言っていただけるとなんかちょっとあれかもしれない。呼びやすいよね。呼びたいな。今度呼びたい。確かに、どっちでもって言われた方が喜ぶと。確かにね。呼ばれること自体演者さんは嬉しいと思うけどな。なるほどな。ちょっと今度からみんな呼ぼう。ちゃんと。呼んでこう。頑張ろう。確かに演者も両方の名前で呼んでますし。確かにね。それこそ2日目の話になっちゃうけど、コールとかでね、キャラの名前だもんね。基本ね。コールっていうか、その、基本ねっていうか、その、しずくちゃんと、あと、はるこさんね。結婚してくれんのやつね。これ MC の話になっちゃうけど。そうそうそう。あったから確かにな。どっちでもいいのかもな。ガチの本名を読んでって気に。それは場を湧き前でちゃんとやろう。はるこさんはなおとは呼ばれなさそう。あ、イメージね。なるほどなるほど。まあなんかどっちでもいいのか。ちょっと。次回呼ぼう。次回呼ぼう、みんなで。みんなで呼ぼう。山田はあれじゃない、笑う方になるからいいんじゃない。ふふふふってなるタイプだから。レインより萌子王の方が呼びやすい説。あ、王って呼びやすいよね。確かにな。王とかあーって呼びやすいんだよね、口の形がね。それで言うとさくらなんだよな。さくらちゃん呼び捨てか。武田やりたいね。武田やりたいな。小島。山田。誰が一番なんか反応あるかな。武田はなんか本人、なんかちょっとびっくりしそうな感じするけど。美穂子。スリックス楽しいな。スリックス楽しいな。本当に。まあ、いつもね、サニピですから今。今サニピタイムやから、ちょっと、サニピタイム戻ります。はい。ね。ということで。まあ、あの、サマホリね。あの、念願の声出しサマホリということで、すごい楽しかったですというとこです。で、次よ。次。月スト。いや、月ストさ、さ、裏と表とかその辺から入るんかなって思ったのよ。月下はかなびとか。でもまあ、ここまで来て、なんだ、その、ユニット、グループの一番最初の曲、ないから、あ、ここ月下はかなびではないのかなとは思ったけど、まさか新曲来るとは思わないよね。あ、
新曲と思って、裏と表とかじゃないんだと思ってそう、裏と表来ると思ったよね。そう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 、ここで新曲来るんよ。びっくりびっくりした。しかもメインストーリーにめちゃめちゃ絡んでくる新曲みたいな。なんか私あのだからね、ここの場あの時はステージ見えてないから、なんかすごい歌詞がメインストーリーなんだけどっていう気持ち。あのステージ見てたら、あの琴乃ちゃんのねパート、あのソロパートがないっていう話も MC で上がってたんですけど、まあ、っていうところがね、まあ、ステージ見たらすごい分かりやすいんですけど、そうなんですよね、この曲。そう、琴乃ちゃんのソロパートがなく、しかもあの1日目の演出は上からね階段降りてくる演出で、左側に、そこは見えた、あ、ん？ってことはダンスも見れてるなん？まあいいか、まあいいか、まあいいか、いいかで、そう、左側に琴乃ちゃん一人で、他4人が右側から降りてくるって演出で、そう、うわーって、うわーってなったこれはさ、ステージの使い方が本当にうまいよね。本当にやられた、してやられましたっていう感じです。うん、渚推しなんでソロパートめっちゃ感動しました。いやー、そうなんだよ、初見でさ、まあ、初見な、みんな初見なんだけど、この曲で聞いてさ、渚ちゃんの声が本当に力強くて、てかまあみんな声力強かったんだけど、本当に力強くて、渚ちゃんの声がなんかもう、なんか意を決してみたいな感じ。そう、ソロパートないことに気づいたのは MC で言われてから気づきました、私も。はい、これ渚センターでよろしいですかね、どうなんですかね、どうでしたっけそうかな、そうだったかな。事務所退所したって話が出て、退所したんだと話で分かった。確かにあのゲームでね、メインストーリーで見ると、あの事務所のその寮、あと寮から去るみたいなところのね感じなので、あ、事務所は変わった、ん、みたいな、変わったかみたいないなくなっちゃったのかみたいな感じだった気がするから、確かに、うん、事務所退所ではなかった、そうだったっけ、寮を後にしただけだったっけね。え、なんか、あ、そうなんだと思って、なんかこれからのメインストーリーね、楽しみですよね。ね、鈴もキーパーソンかなって聞いて思って聞いた。あれじゃなかったっけ、あの、Cメロ？ Cメロ、渚ちゃんと鈴ちゃんかかな、あれ、なんかでもすごい目立つところでその2人だった気がする。うん、確かにだった記憶がある、記憶が改ざんされてなければねえ、ということで、いや、そう、ツキストね、ツキストさ、ダンスもめっちゃすごかったんで、あの2日目の記憶が混ざってるけど、ダンスのフォーメーションとかさ、めっちゃ激しかったりさ、2日目の話してるけど、これ2日目で見たところの話してるけど、いやー、なんかすごかったね、なんか歌唱力もっていうか、うん、今までずっとねこうライブを追い続けてさ、やっぱ聞いてるとさ、やっぱ、あ、なんかすごい成長してるって言い方が正しいかわかんないけど、すんごいパワーが上がってるっていう感じがした。うん、これからどんどん化けるんだろうなと思って、追うのが楽しみですよね、これから。そう、結構激しめだったもんね、ダンスね。そう、あれで歌えるのすごいなって感じ。うん、ね、うんうんうん、この曲のライブ初披露したかった、この曲をライブで初披露したかったからメインストーリー進行遅かったのかな、なんかそういう兼ね合いもあるのか。そっかそっか、ありそうだよね、確かに。うん、ねえ、まあなんかこれがどうゲームの方に反映されてくるのかは分かりませんけれども、楽しみにして待ってましょう。うん、ねえ、でここであれよ、恋と花火ね、ここでね、ツキストの夏曲が来ます。いや、恋と花火好きです、あの月下花火と同じぐらい好きです。はい、てかまあ、 あの嫌いな曲はないんですけど、あの特に好きな曲っていう意味ね。そう、
恋と花火ね。恋と花火のさ、私ずっと言って、本当に毎回言ってる気がする。 C メロじゃない、落ちサビ、あれは落ちサビか、落ちサビ、ラストサビ前の落ちサビの、さきさんの入りが好き入りが好き。あの音源で聞くとそうでもないんだけど、ライブバージョンとかライブで聞くと、あの消えそうでのところが本当に消えそうな声してんのよ。あの声震えてんの、あそこがめちゃくちゃ好きで、あのぜひあのアルバム買った人はアルバムでライブ音源入ってるんでね、聞いてほしいんですけど、あの消えそうでのあの震えてる感じがすごく好きで、ライブで聴けるのが本当に嬉しい。そう、小春ちゃんね、小葉ちゃん、先押しとしては成長力に感動、いやー本当に良いうーん良いって感じあ、切れなそうか、ちょっと待って、私歌詞ちょっとあの忘れちゃってたりするとこ多いんだけど、そう、消えそうじゃなくて切れなそうだっけ、あのあそこの表現がめちゃくちゃ好きです。あ、四国の南さんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう。こんばんは、今から遠征からの帰宅です、お疲れ様です。はいねえ、ココナちゃんのウィンクも好き。そう、あのそうなんだよ、なぎさちゃん役のね、ココナちゃんは結構表情で見せてくるよね。わかるわかるわかるよ。そう、恋と花火のフォーメーションね、そうがあったり、そうそう、あとアプリ、結構そのアプリのゲームの振り付けが再現されてるんで、そこがねいいよね。あと結構さ、恋と花火ってフォトイベに実装されやすいじゃん、よくフォトイベ出てくるじゃん、で勝手なイメージなんだけど、よくフォトイベにいるからさ、あの覚えるんよねあの手ぐるぐる回すとことか、あのこう B メロでこう線をこうなぞっていく感じのやつ、あのめっちゃ覚えるから、あの振りコピー、若干振りコピーしたくなっちゃう、私にとってはすごい嬉しい、恋と花火ライブでやるの。私はちなみにあのペンラフリフリ、あのたまにフリコピ勢です。はい、一緒に踊りますそうね、いつものツキスト衣装じゃなかったから印象少し変わってて、そこもよかった。あ、確かにね、確かにな、いつも青だもんね、あの時ね、確かに確かに、そうね、え、あとね、あとな、あ、まあ、まだまだ曲あるから、ちょっと次行こう、次行きます。 The One and Only ね、そう、あのさ、そう、なんかさっきそのダンスの成長力の話もしたけど、その、あ、ここでツキストはトロッコか、トロッコかな、合ってると思う、あれ多分そうとあれ違ったかな、ここトロッコじゃなかったっけ、ここトロッコだよね、合ってるよね、よかったよかった、そう。でもめちゃめちゃここもファンサーしてくれるんだけど、そう、あのちょっとね、まあ、あのマイクは飛び飛びだったけど、なんかそのそれぐらいめっちゃ手振ってくれてて、そこが嬉しかった、嬉しかったのもあるし、あとステージに戻ったらね、あのダンスとかあるんですけど、フォーメーションとか、なんかその歌声のさ、なんだろう、 CD で聞くと結構淡白な感じというか、こう綺麗めだったりするところがさ、ライブになるとさ、なんかちょっとこう、なんだ、なんていうの、拳しゃくり、あんまり詳しいことわかんないんだけどさなんかちょっとキュートさがさ、なんかあの5割増しぐらいになってるのよねなんかそれぞれのソロパートの時とかの、あの声が抜けるところがちょっとこう普段の歌い方と違うというか、なんかちょっと感情がこもってて、こうちょっと可愛くなるところが、これだ、ライブの醍醐味よなって思う。そう、あ、そう、あと、そう、あのコメント欄にあるんだけど、そう、ココナちゃん、そう、なぎさちゃん役のココナちゃんのファンサがね、すごい印象的だったね。そう、多分あれ、うちは見つけてんのかな、ペンラ見つけてるのかな、わかんないんだけど、指差ししてから手振るのよ。めっちゃファンサ丁寧だなと思って、あれは嬉しいよね、された側ね。
やめっちゃ嬉しいだろうなと思って、あの見て嬉しくなってました勝手に指差しして見つけたよみたいな感じしてから手振るの、あうちは出してたんだ、そうあれ指差しいいなと思ってあれね、あれ嬉しいよね、あ見つけてもらえたんだ私かって気持ちになるもんね。そう、あそうハートマークもしてたそうファンサの神だと思って、でもファンサ個性的ファンサの対応ナンバーワンじゃない多分、そんな気がする。そのトリエルも結構ファンサ多めだったけど、なんだろう、なんかその一個一個してた感があったのはやっぱココナちゃんだったなっていうイメージです、うん、あコハちゃんも結構すごかったんだ、なるほどね、だそうですよだそうですよ、やっぱねファンサもらえるってね嬉しいからね、そう嬉しいからリファのファンサもらいたいなって、あちょっともらいたいかもなと思ったらね、うちは用意しとくといいかもしれません。ね、自分の推しがそれをやってくれるかどうかは分かんないけど、自分の推しにも見つけてもらいやすくなるしね、あの推しっていうか、あの一推しではないけど 2,3 推しかなってもね、あのうちは用意してもいいと思いますよ、応援する気持ちは変わりませんから、うん、いいんですいいんです、いいと思います、はい、ねえ、そんな感じでそんな感じ、なんかもう1日目のね、まあ、破壊力って言ったらね、もうファン差がいっぱいあるっていうところがね破壊力でございましたから、でここで MC ね入りますね。ここの MC は、まあ、サニーピとツキストの、まあ、衣装お披露目だったり、衣装披露目あったよね、あれ回ってたよね、あれ回ってなかったっけあれ回ってどうだったかなどうだったかな、なんかツキストがその新曲の話をしてるのは記憶にあるのよ、サニピもしてた、サニピもしてたの記憶ある、あの多分1日目のはず、あの歌っての部分はあの実際ありませんは確か1日目だったはず、そうここの記憶はないんだよな記憶飛ぶよね MC、 だから本当に楽曲で殴られすぎて MC の記憶飛んでるのよ、あ回ってはないけど後ろ見せてくれたか、なるほどね、そっかそっかそっか、ありがとうございます、回ってはなかったね、うんそうね、あそう完全復活やった、そうやったやった、まいまい、さくらちゃん完全復活ねやりました、で春子結婚してくれもコールやりました、うんそう幕張メッセ頑張りがんえなんだっけ幕張メッセが頑張りますだっけ、なんか違う気がする、あれどうだったっけ、多分あれです、あのそれはのんのんのツイッターに書いてあると思います、最高デッセか、最高デッセな気がする、そっちな気がするな、うんねありましたね、ツキスト新曲の話めっちゃしてたなーっていう印象と、あとあれか、あれデスワは1日目デスワは1日目か、あれメイダヨは2日目か、あれでもみんなあれだってね、結構コーレス、うんコーレスあったかしらっていう記憶です、デスワは2日目、2日目の記憶？それ2日目の記憶？デスは2日目の記憶？あれ1日目？ 1 日目コーレスしなかったんだっけ、ツキスト？だよは？あ、デスは1日目もやってる？両日やってる？もう記憶ないもんね。もう記憶ない。デスは両方やった。だよはあれ2日目か。だよが2日目だけ。よし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 。よし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 。みんなの記憶で保管されました。ね、あ、琴乃の方は見てない、ココナさんが琴乃の方は見てないんですよ、で、橘さん、私はいつも見てるけどね、と、これ2日目じゃない多分。これは2日目だった記憶がある。多分1日目は、ダンスの話。あの、揃ってるところがあるんですよ、だったはず。ダンス揃ってるんですよ、で、どの部分で抱きしめての部分みたいな話をしてた記憶がある。あれ1日目それあれ見てないんですよ、もう1日目だっけそれ1日目か、ダンスの話合ってる、なるほど、琴乃ちゃんのやつもコメントのやつもそうか、失礼しました、
そう、思い出せないからエンバーハイ、まあそういうことなんだ、つまり。つまりね、そう、1人とね、4人のところもね、解説してました。してました、してました。ねえ、でも、1日目に解説もらえたから、2日目、ちゃんと見れた。ほんと、あれはありがたかったです。ほんとだーと思って、2日目ね、見てて、こう、もちろんその、なぎさちゃんとの部分だけじゃなくて、他のメンバーのところもちゃんと揃ってるのよ。揃ってたり、あとその手を上げるタイミングとかが、こうなんか、何？反転してるのかなとか、考えながら見てたんですけど、そう。結構ね、そう楽しめたので、早く、新曲の実装もそうだし、もう映像も早く見たい。あと、浴衣静かの話ね。あ、してた、してた。ゲットした人でね。触れませんでした。触れませんでした。そう、言いたいことがあるんだよ、みたいなやつね。可愛かった、あれ。でねー、一個ずつ食べるのめっちゃ可愛い、あれ。あ、一個ずつ食べるのめっちゃ可愛いよね。あの、単語ずつに切って。でそう、聞いてほしいんだけどさー、そうそうそう、おーって、おーって盛り上げるのが楽しいのよ。そうそう、あったあった、うん、ゲットした人に振りまかった、ナイスナイス。ちょっとね、工場だからね、ゲットしないと、もうフェスでね、フェス来てめいちゃんの誕生日来てるからね、そりゃボロボロするなよっていう。周り雫持ってて羨ましかった。振りたいよな、ああやって言われたら振れないことに申し訳なさを感じるよね。うわ、振りたかった、振れた人おめでとうみたいな気持ち。そうねえ、ふーって、ふー、楽しかったです、あれよかったな。最押しだけどグッと我慢して契約書ガチャ待ち。もうそれもね、いいと思います。もうね、いつかゲットしてやるぞって気持ちが大事だから。はい。ね、デイリーで弾く。それもありだと思います。はい。ということで、MC パートが終了して、ちょっと待って、もう1時間40分経ってるんだけど、ちょっと待って、2日目はね、曲被ってるところもありますから、その辺飛ばしていきたいと思います。はい。で、そう。で、ここね、ショックアウトダンスね。リズナーに戻るわけよ。てか、こっからそう、各グループのさ、初期曲よ。ぶち上がったねー、これは。やっぱさ、まあ、いろんな曲が実装される中で、まあ、この曲好きだなーとかさ、あ、この曲一番好きかもって曲が出てくるけど、やっぱり戻ってくるよね、ここに。戻ってきて、やっぱ安心感のあるこれよみたいな。しかもショックアウトダンスさ、ショックアウトダンスっていつぶりですか、そのフルで。それもあれですか、中野でやった、中野やったか、やってるな、水の輪って書いてある。じゃ、中野ぶりですか、です、だそうです、だって。うわー、もうこれも嬉しかったね。まあ4人揃ってのところもあるけど、その2人だけだと、心ちゃん&愛ちゃんバージョンだと立川でやってるんだけど、立川でやってるよね。そう、今見ながら説明してます。あ、そっか、あれか、一応あれか、横浜では3人でやってんのか。そうだ、うん、違う、2人か。3人じゃないか、多分。写真見る限り3人っぽい、多分、分かんない。多分、ねえ、そう、あ、サニピー初期曲じゃない、あれサニピーってエブサニが先、サニピーエブサニ、え、あれそうだっけ。ちょっとどっちが先だ、ちょっとどっちが先か忘れちゃったんだけど、もうこのラッシュね、よかった、よかった。そうね、そう、あやひさんがね、そうなんだよね、そう、参加がね、久しぶりだったから、いや、こう嬉しかったです、ショックアウトダンス見れてね。
ちょっとあの皆さん、ね、何が初期曲かはね、あ、ちょっと私顔固まってる、なんで生きて、なんで顔固まってんの。あ、動いた、あ、めっちゃ高速で動いたな。荒ぶってる。あ、いけそう、大丈夫そう、よし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 、戻ってきた戻ってきた、表情筋戻ってきた、びっくりしたな。あ、初期曲はサニーピースハーモニーか。あ、じゃ初期曲やってない、あ、やってない、そっか、あ、サニピハーモニーは心臓の声の時期だから、そういうこと、そういうこと、そっか、そういうことか、そっか、サニピ、そっか、なるほどね。まあ、ということで、すいません、記憶がいろいろと混乱しておりますが、そっかそっかそっか、なるほどな。なんか私の顔もだいぶ混乱してるけど、大丈夫か。まあ、多分大丈夫だと信じて、ちょっと行きたいと思いますけどね、続きを。はい。ちょっと大丈夫じゃなさそうだな。一回消えるか。一回消えるね。一回ちょっと顔消えますっておかしいな。姿消えます。ドローン。声だけ、天の声だけ届けときます。天の声だけ届けておきますけど。いやー、でも初期曲はやっぱこれだね感強いね。神隠し。あー、なんかめっちゃ荒ぶってるな。ちょっとしばし天の声でお楽しみください。はい。で、よいしょ、戻ったかな。戻ったかな。戻れたかな。よいしょ、よいしょ。もうあれですね。いろいろ荒ぶってますね。出てこーい。あ、待って。え、出てこない。あ、出てきた。よかった。よかった、よかった。出てきました。見えた。よし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 。ただいまー。はい。ということでね。まあ、大好きな月下はかなびが来て、もう、テンションぶち上がりで手を叩き。あそこ手叩くとこで合ってんのかよくわかんないけど、でも初期の頃からみんな手叩いてるから A メロで手叩くんですけど、いや楽しい月下はかなびで、シャイニングデイズね、サニピね、あ、おかえりなさい、おかえりおかえり、ありがとうありがとうありがとう、ただいま。そう、完全復活ということで、はい、いきます。やりたくなっちゃった。シャイニーデイズね、シャイニングデイズ、あのコメント欄にもあったけどさ、わかる、好きポイント一緒、回るとこ好き。いや、めっちゃそうなんだよ、回るとこが好きでさ、しかもサブステージだったんだよ、シャイニングデイズ、最高。最高、もう目の前で見れて最高、本当に。いやー、可愛かった、めっちゃなんかペンラ振るのも忘れて手振ってた気がする。もちろんペンラも振りましたけど、ほぼほぼ手振ってた記憶がある、サビ以外ね。紙席を、ねえ、あれ、そうだよね、シャイニングデイズ後ろだよね、合ってるよね、月下はかなびが前で、シャイニングデイズが後ろで、そう、エールトゥエールが前で、だからこの時にさ、もうあれよ、前見て後ろ見て前見てみたいな。めっちゃ忙しかったね、ここね。でも忙しかったけど、なんかもうテンションも上がってるから、そう、楽しかったね。で、エールとエールよ、なんかやっぱこれだね感は、ここはすごい感じましたね。トリエルのエールとエールのその王者感はね、そう、もうみんな曲それぞれ王者感あるんだけど、やっぱエールとエールは楽しいね。あと知らない間にサビにさ、コール入っててさ、なんか前もだった気がするんだけど、あれは別にあの公式のね、あのコールじゃないからね、あのフッフーのやつね、そう、フッフーフッフーフッフーフーってやつね、あれあれは別に公式じゃないから、うん、なんか勝手に定着してるよね、うん、エールトロッコじゃなかった、あ、エールトロッコか、トロッコだっけ、
でもあれが楽しかった、アンドゥートロワが楽しかった、アンドゥートワーってやつね、サビ前のね、あそこみんなで一緒に言えますから、あそこの一体感、アンドゥートロワのところにもうちょいマイク向けてもらえた、あ、おめでとういいですね。いやー、なんか初期曲もね聴きたくなるね、久しぶりにみたいな感じはする。久しぶりどころか聴いてるんだけど全然、なんか原点に戻ってくる感じね。あ、そっか、 A メロ前に感想追加されてたからトロッコだったのを覚えてる。なるほどね、そうかそうかそうか、じゃあトロッコだわ。で次よ、バンバンだよ、バンバン、バンバン、しかもバックステージだよ。いやー、ね、これはって思ったよ。確かに前後ろ前後ろ、なんかね、まあ、トロッコだったりとかあったからさ、これ後ろ来るでしょと思ってこれ後ろだこれと思って、バンバン後ろめっちゃ嬉しかった近い、かっこいいめっちゃかっこよかった。神席、神席でバンバン浴びれました。嬉しかったね、本当に。いやー、やっぱこれだねなんだよ。もうよかったねの気持ちが強すぎて感想がほぼないんだけど、いや本当にかっこいいんです、本当にかっこいいんで、もうそうね、やっぱり強えってなった。いやそうなんだよ、強いんだよなこの強さ、本当にもう圧倒的強さ、もっと見せつけてほしいこれからも、これからも見せつけてほしいね。え、そう、一面黄色の統一感たるよね。そうね、確かにね、そうそう、ライブの音響が気持ちよすぎる。いやそれな、それはすごい思う。ちょっと今あれを、そうだよね、そう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 ちょっと過去の瀬取りとかも見つつね、確認しながら見てるんですけど、いやバンバンのイントロがやばい。ね、そう、スリックスはなんか多分実装された時に私多分言ってるんだけど、そうライブ映えする曲ってそうそう、多分初期から言ってると思うんだけど、いやね、やっぱねライブなんだよね。いやまあ普通に聴くのも好きなんだけど、やっぱライブよっていう感じがした。ねえ、音響のウーハーが本当に体に響きましたたまらないです、たまらなかったです、本当にでかい会場で聞くバンバン、いや本当にライブの音響、そして楽曲、本当に本当に本当に感謝でございます、本当ね。ちょっとまた早く早くライブ行きたい早くライブ行きたい。なんか、いや、トリエルに、トリエルじゃない、スリックスに限らず、全部のライブ行きたいって感じがする。ということで、でね、ここで、20曲目ですけど、ここで、さよならから始まる物語がね、展開されて、いや、なんか、あー、ここで締めに入るんだなっていう感じした、すごく。1日目はね、分かりやすかったんだよ、そのアンコールの、アンコールの前がね、すごい分かりやすくて、あ、これで今日終わるんだなっていう感じがしたフォーメーションきたねえ、さよならから始まる物語でもう全力でペンラウフに、でね、でここでね一回終わってアンコールでね、アンコールも結構短かったんじゃないかな。ずっと休憩ないって話をしてるけど、アンコールも短めだった気がする。でまあジェムストーンズがね始まるんですけど、ジェムストーンズね、いやまあ前回のライブでさ聞いたけどさ、やっぱ改めてライブで聞くとさ、あーでもほらそのね、イベントとか見てるから、イベントストーリーとかも全部もろもろ読んでからのジェムストーンズはやっぱ染みるものがあるよ。そう、衣装チェンジなかったもんね。あ、確かに、そっか、今まで衣装チェンジあったんだっけ。そっか、そういうところか。
そっか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 。ね、ジェムストーンズ聞いてあったかい気持ちになり、ねえ、じゃあサンムーン&スターズでね、もうエンディ、あ、もう本当にエンディングなんだなっていう気持ちを、本当にエンディングだっていう気持ちになり、ちょっとこの辺感想薄いのはもうなんかもう完全に、あ、終わるんだっていう余韻に浸りながら静かにペンラ振ってるタイムなのでで、ステージ見えないでしょ、そうなんだよ感想がもうしんみりしんみりって感じなんだけど、エンディングだっていううん、上段にサニピック、下段に突き刺さっていうのもな、そっか、そういうフォーメーションだったか、そっかそっかそっか、いやー、しみるね、しみるよ、うん、体にしみますうん、で、まあ、MC が挟んで、ここでね、ちょっとこれいろいろ隠れてる気がする、よいしょ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 、ちょっとちっちゃくしますけども、ここでね、はい、それを人は青春と呼んだということで、1周年楽曲ここで来ると思わなくてさ、あ、1周年歌ってもらえるんだって思ったの、歌ってもらえるんだと思ったの、つかの間一番のみだったっていううわーってなったおー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 みたいな感じでもやってもらえるだけで嬉しいよね、なんかやっぱいい曲だからさ、すごく、いい曲よフル尺で聴きたかった、確かに、でも時間も結構ギュギュだったんじゃないかな、ね、なんで一番だけだったんだろう、なんだろうね、でもあれじゃない、本当はここ1曲とかの予定だけど、なんか2曲、いや、入れましょうみたいになって1番だったんじゃないかな、どうだろう、どう予定組んだのかはもう演出のね、方の話聞かなきゃ分かんないけど、いや、嬉しかったよ、で、MC 入って、友達だよ、いつの紐がね、入ってくるわけだ、ここね。いやー、いいですね、生で聴けるのいいね生で聴けるのいいね、これなんかもういよいよ終わりなんだなって、このライブ終わるんだなっていう感じで、もやっぱさ、その1番目しんみりだけど2番目がすごく明るい曲だから、この曲エンディングにめちゃめちゃ合うなと思って、なんか悲しい気持ちで最後終わらない、なんかしんみりした気持ちとか、なんか癒されてとかじゃなくて、ちゃんと落ちてから、気持ち落としてからの明るくしてまたねーってなるところがね、あ、なんかその構成としてここの位置にあるのいいなーって思いました。そう、シルエットさん、シルエット R さん、こんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。ね、そうなんです、そう、 3DMV が部分が終わってから、そうそう、すごい明るくなる曲なので、ね、あとはもうリーダーズのね、それぞれのソロよ、やっぱその1番がさ、すごいしんみり系というか、その音が少ないから声がよく聞こえるんよね、そう、すごい声がよく聞こえるから、まあ、それこそもう皆さんそれぞれの声がほんと好きだったんだけど、やっぱさくらちゃん推しだからね、さくらちゃん、まいまいの声、歌声本当に綺麗なんだよ、本当に綺麗なの、いや、そう、あのソロ曲もね、さくらちゃんあるんだけど、あの声の伸びとか、あと友達だよいつの紐の、あのなんだ、ソロパートは結構こうしんみり落としていく感じだから、なんだろう、その歌声にすごい空気感を感じるの、なんだろう、こう伸びじゃなくて空気を含んでふわっって持ち上げる感じ、伝わるかな伝わるかな、ふわってこう空気感がすごいのよおー、含んでるって感じ、なのでもし聞く機会があったらぜひ、やっぱあれはでもライブならではだろうなと思って、わかります、わかる、嬉しいね、いや、琴乃ちゃんのパートもね、いやいや、すごい力強くて良き
雪でした。てかみんな声綺麗だし、みんな皆さん歌上手だからやっぱねいいね、なんかすごい素敵なライブでした。なんかこう何か心に引っかかるところがあることもなく綺麗に、そして楽しく終わって、1日目をして終了ということで、で1日目の告知がライブツアーだったんだよね。ツアーライブゼップ、あれじゃあそれの話は後にしよう。あのねワンデーで2時間使ってんだ。ま、あの前の話が20分あったからあれなんだけど、ちょっとねもう2時間経つので。そうだからちょっとあの 2days の後にツアーについて行くのか行かないのかの話はしたいと思います。今回作家陣固まって見てたんですけど、あそうなんですね、なるほど、誰も各新曲をやるのかどうか分かっていなかったので1日目の瀬取り会場と一緒に上がってました。あそういうものなんだ。そう瀬取りとか、なんかあこの楽曲やりますのでぜひとか言われるものじゃないんですね。へー、なるほど、作家陣も楽しめるアイプラライブ、いや本当にすごいな。へー、いや本当に楽しかったです。すごい楽しかったです、本当に嬉しかったし、ライブで聴けるっていうことが、ねえ、それだけ内容濃かったかな。ねえ、いや濃かったよ、すごいすごい楽しかった本当で、1日目本当に満足して、本当に満足して、これが明日もあるんかと思って、てかもうそもそもさ、このね1日目ちょっとちっちゃくするけど、1日目のさこの瀬取りがさ全部グループ曲じゃん。でまあ2日目ね、あのあれ待って、シェイクだっけ、シェイクか、あれシェイクだっけ、シャッフルだっけ、シェイクだっけ。まあなんか タイトルから読み取るとさ、まあきっとあのデュエット曲だよなっていうのがあったから、もう本当にここで全員揃って全員そのグループ曲だけで、まあ、1日終わらせる、あまあそれはあの1周年曲とかもあったけど、あサマーシェイクか、ありがとうございます、ありがとうございます、シェイクね、そうシェイクだからね、まあ、ユニット曲とかそっちだろうなって思ってたから、なんかその中で、まあ、1日目こうやってグループ曲 の時に行けたのが嬉しかったです、本当に。なんか集大成って言葉で合ってるのこれは、集大成だと終わっちゃう、終わらない、大丈夫。なんかねえ、集大成、あ合ってる、多くのものを広く集めて一つにまとめ上げること、集大成。そう集大成を、アイプラの集大成を感じた。ねえ、そう、あライブの感想会めっちゃ楽しいって言ってくれて嬉しい、ありがとうありがとう。1日目全体的にもこれでもかっていうくらい楽曲に畳みかけられた印象すごい良かった。いやそうね、いやそうなんだよ、本当にだから休憩する暇なくて。MC もうちょい入れて3時間にしてほしかった。そうねそうね、そう、それも確かにもうちょい MC 聞きたかった気持ちもあった、帰り際、うちは買いに行った。なんか2時間10分だったんだ、なるほど、早かったね。1日目の満足度が半端なかった、ね、これ超えられるのかってなりました。いやそうなんだよ、そうなんだよ、こんだけいいもの見せられてさ2日目、なんか楽しめるんだろうなっていうのは思ってるんだけど、そのなんだろう、これはこれそれはそれって考えないと比べるものじゃないなって思った、この1日目っていうの、それぐらいすごくて1日目が、比べちゃいけない。比べるようなものじゃない、これはこれそれはそれで考えた方がね多分楽しめると思います。はい、ドローレスさんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、人と共有できるの最高、いや本当に最高です、もう私あの本当に一人で行って一人で帰ってくるみたいな、そうそうそう感じなので、そうなんだよ、みんな結構打ち上げしてるじゃん。みんななんかもうさ友達同士とか行ってさ、いや見かけたよみんなのなんか
そう1日目しか行けなかったね人とかもね、え次はなんか絶対両方行くからなみたいなの見かけたんだけどなんかそういうの言い合えたりとか、帰り際にいやよかったよかったみたいな、よかった以外が出てこないみたいないうの周りの聞いてて、うん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 ってなって1日目帰ってましたねえ、本当にね、しっかりまとまってましたね。新規の方も入りやすかったと思いますし、そうね確かに、うん、2日目はもう結構ね、ユニット曲とかだったりとかするから、しっかりアルバム聴いたりねしないと、ちょっとあの知らない曲だなみたいなのもあったりしたかもしれない。だからもちろん知らない曲もあったんだけど、まあ、この後話しますねはいねえっていう感じでしたね。濃厚な2時間、うん、王道の1日目、サプライズの2日目、そうねそうねうん、自分もソロでした。2日ともいいぞ、ソロでもこうやってライブの後ね、みんなで共有して楽しもう。あ、そっか、かなたさんが未成年やから、未成年だ、そういえば未成年だあれ未成年か、今いくつもうねえ、確かに、いやという感じでマネージャー仲間がワンデーすぎて 2day のチケ慌てて取ってたこりゃ慌てるよ、こりゃ2日目何やるんだよ、おいおいってなるよ。うん、ということで2日目いきましょうここから2日目いきます。はい、そっか、かなたちゃんとココナちゃん未成年、マジマジちょっと年感じちゃう、うん、まあ時間的にもね結構遅めの、1日目はね遅めの始まりだったので、確かにあのぐらいの時間がいいかなって感じ。なんなら2日目ちょっと早めに始まったけど、その後まだ夜時間あるんだなっていうのがね安心感持てたから、あのこんぐらい早くからやってもらってもう全然嬉しいですね。うん、2日目はそうちょっと早めから始まったよ。だから1日目は会場出るときにもう真っ暗だったけど、そうあの2日目はね会場出ても明るかったです。まだ明るいっていういやでもね、私この時間ちょうどいいかなって。だってね、こっから飲みに行ったりとかさする方はね、もうね3時間ぐらいそれこそ語れますよ。でそう、遠くから来てる人はね、あの新幹線だったりとか飛行機だったりとかで帰れるから、ということで2日目いきます。2日目は1日目で語ったところはちょっと飛ばしつついきましょう。ということで、まあ、あのいきなり飛ばさないところから始まるんですけど、いやマジ1日目がさ、1日目がファイオミライオで始まったから、同じくそんな感じで始まるのかなと思ったの。全体曲やって、まあ、今回グループ曲は少なめで、まあ、合間にデュエット曲とかソロ入ってくるんかなって思ったの。まさかのシャイニーシャイニー始まりゲーム実装されてないよ、シャイニーシャイニー本当にって思った、一発目これと思って。うん、そうで、しかもそこで初めてそうシャイニーシャイニーの MV がね公開されたんですよ。めっちゃ可愛かったね、めっちゃ可愛かった。なんか今までにない感じの MV、 それこそなんていうの、他のなんか最近のボカロ曲みたいな感じの MV、 あの可愛い系の最近のボカロ曲みたいな感じの MV が流れて、結構そっち見てたかもあ、そうだ、2日目は私あの上から見てました。はい、上から見てましたね。なんだけど、そうこっから、お、え、シャイニーから始まり、え、待って、もしかして今日って、え、ほぼユニットかと思って、まあそんなことなくグループもあってね、ちょっと安心したんですけどそう、 MV あったの、あった MV あったよ、めっちゃ可愛かった。絵柄もね今までとはちょっと違う感じの可愛い系統でした。うん、ねえ、ぜひ早く MV を CD でも
なんか YouTube でもいいから早くっていう感じです。なんなら早くゲーム実装してもいいよっていう感じだった。で、まあ、あのシャイニーシャイニーってすごいラップ調の早い感じの曲なんですけど、それでもなんかこう何言ってるのか分かる感じ、そう、あのちゃんと歌詞、あ、ちゃんと歌ってるなっていうのがちゃんと分かる感じで、よう、あの早いのをライブで生で歌えるなっていう、ここがね本当にすごかったのと、あとご本人たちがあの MC で言ってましたけど、あのダサかっこいい、ダサかわいいをあのコンセプトにしてるらしくてですね、ダンスがあのイエーのところがね、そう、本人たちは覚えて帰ってくださいみたいな、あのそこがあのポイントですみたいな話をされてたんですけど、あれ可愛かったね、うん、あ、ダサかわいいか、うん、そうイエー、ダサかっこいいだったかな、うん、そうイエーって言ったのがよかった。あ、そっか、次回の振り返り放送でね流すかもしれない、確かに、ね、いや、そんな感じで、でもね、シャイニーシャイニーのところ、そう、サビのところは横に振る感じで、そう、横に振る感じのタイプだったよ。あの手をねめっちゃ大きくブンブン振ってくれて、あ、メインステージだったんですけど、そう、2人っきりでメインステージってなかなかよね、うん、あの広さで、そう。ねえ、あ、そう、よろしくねのところで、そう、お辞儀し合うね、かわいいのよ。ダンスも合わせてぜひ、あの現地行けなかった方はもうぜひね、何かしらで今度確認できるといいなと思います。うん、そう、腕振りに合わせてペンラ振ってました、かわいかった。うん、ねえ、8曲ペンラ横に振るのむずいですね。まあ、でも大体あれよ、大体あの演者さんが手横に振ってるから、あれに合わせて振れば大丈夫と思ってます。うん、ですね。まあ、そうそう、あとそのさっきね、その1日目の最後にそのツアーあるって話を、ツアーの発表がされたんですけど、このめいちゃんすずちゃんだったらさ、あの月スト勢だからさ、月ストのライブとかでももしかしたらあるのかなと思って、デュエットのさ、グループまたがないデュエットはさ、いいところはここだよね。あのもしあのグループ単独やったとしてもグループでできるっていう。単独でも多分披露されるんじゃないかなってことが予想できるところが、うん、あるので、もしかしたら今度のゼップで披露あるかな、どうかなっていうね。あ、そうだね、今回ね、君が覗くレンズなかったですけど、そう、あるかなと思ったんだよ、そう、あるかなって思ったんだけどなかったので、もしかしたらゼップでやるかもしれないですね。ね、スタッフにここ大事って圧かけられたんですよね、 MC で話されてましたね、そうそうそう、シャイニーシャイニーがトップバッターなので、ここで、ここの盛り上がりで今日の盛り上がり決まるよっていう言われてました。うん、ねー、そう、1日目の、そう、1日目もね、あのファイオミライは横に振りますからね、確かに確かに。うん、レンズは本編があれだから今回入れなかったです。なるほどな、確かにその可能性はあるかも。あ、2月のライブ後、1週間後あたりに振り返り放送してたから、今週末か来週月曜日あたりに放送するんじゃないかな、雫ガチャが25日までだし、あるかな、ちょっと待って、来週ってか今週末、ちょっと予定もう入れちゃってるけど大丈夫かな、ちょっと心配になってきました。もしあの振り返りあったら、振り返りもあの同時視聴配信やりたいと思ってますので、その時は、はい、ぜひね、ぜひまたみんなで振り返りましょう。うん、ナナ猫さんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。1日目の盛り上がりから2日目も期待されてたはずだし、今日の盛り上がりにかかってるとも言われてたそうなので、プレッシャーもあったろうなと思いました。いや、プレッシャーだよ、だってファイオ未来よで来るって絶対みんな思ってるだろうなって思うでしょ、さすがに。さすがにスタッフ陣もそう思うと思うんだけど、うーん、いやー、これはかなり緊張されたと思います。ねえ。まあ、ということでね、シャイニーシャイニーから始まって、次ね、姫ごとリップということで、姫ごとリップ流れましたけど、これはね、まあ、あの1日目の方で語ったので、うん、ここで割愛させていただきます。いや、でもやっぱ可愛いと思ったし、あのダンスがよく見えた、まあ1日目もダンスよく見えたわ。
あ、こそう、2日目よく見えてます、ダンス。はい。で、MC 入って、あの、ここもあれかな、姫ごとリップの話があって、で、エールトゥエールやって、で、リプリュ、レ、なんだっけ、これ。これなんて読むんだっけ。レプリウムで合ってるっけ。ちょっと読み方が怪しいよ。はい、ね。まあ、曲があって。いや、なんか、その、あ、姫ごとリップの話、ここ初？あれ、ここ初だっけ。そうだっけ。まあ、なんか、まあ、でも、あの、すいません、前半でね、前半で語ったんで、ここは飛ばしときましょう。レプリウムか。レプリウム、ありがとうございます。はい。レプリウムね。レプリウムはトロッコまだ使ってない？もうこっからだから2日目の記憶結構怪しいな。LTL がトロッコか。LTL トロッコで。あ、そっか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 。レプリウムは普通にやったのか。そうだ。ねえ。トリエルは、あ、なんか安心できますよ。本当に。最初っきも言ったけど安心感です。はい、トリエルは。ね、そうなんで、あの、セトリ読めないんですよね。全然読めなかったよ、2日目。何来るんだろう。あ、うわ、次これね、みたいな。イントロで、オッケー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 って感じだった。え、でも、ここからよ、ここから。ここからさ、ボヤージュ入ってさ、ボヤージュ来るの？と思って。ソロ来たーと思って、あの、本日初ソロ曲って感じね。そう。ソロ曲来たーと思って、こちらは、あれです。この間の、あの、ジムストーンズに収録されてますね。ハルコさんのソロ曲なんですけども。この、落ち着く感じね。すごい癒された。そう、多分すごい癒しって書いた気がする、メモに。そのメモ全然見てない。メモ全然見てないけど、そう、あ、そうそう。で、結構さ、今までそのシャイニーだったりとか、トリエルの楽曲とかだったりとか、すごいダンスがしっかりあるから、その、まあ、ダンス曲、まあ、ダンス曲だったりもするからね、そのダンスが目立ってたんだけど、逆にボヤージュあんまり動かない感じで、こう、なんだろう、まあ、いわゆる昭和感っていうの、そう、あの昭和歌唱のなんかね、よくあのテレビで見るじゃないですか、懐かしの曲みたいなやつで、本当にあんな感じだったから、なんかすごい癒されると思って。でね、この時にあのこの日初めてこう紫色にバーってペンライトが染まって、本当になんか、うん、あのね、なんて言ったらいいんだろう、癒されるが本当に私の中では癒される、かわいいっていう感じだった。だからもう静かにペンライト振ってた。ねえ、いや、そうね、ボヤージュこの周年のイベントのシナリオを読んだ後だとマジで泣ける。あ、そうね、そうなのよね。なんかこういろいろ苦労してた、昔の曲っていう話だったよね、確かね。そうだよね、苦労してた頃の曲。でも一面紫よ。ね、そう、平成生まれであろうになぜか昭和感をまとわされた女。でもそこがまたなんか似合ってて素敵なのよ。それも似合っちゃう春子さんが素敵なのよ。あ、曲終わりに結婚してくれ言うのが正解だったろうか。そうだったかもしれない。曲終わりだったら許されたかも。そう、あ、髪の毛下ろしてたんだ。ちょっと遠くてね、そこまで見えてなかったんですけど。あ、そう、基本的にあのモニターじゃなくてステージ見てるんで、 MV とか打つ時はモニター見るんですけど、そっかそっか、ちょっと そこも含めてちょっとアップで見たいな。写真あるかな、多分あるよね、振り返りでね。楽しみにしてよ。そうね、ということで、この次を、マジこの次マジでびっくりしたんだから。
なんか、なんか知ってる、知ってる、好きな、好きな人のシルエットが一人で立ってるみたいな。あれ二人じゃないみたいな。マジで急に、急にソロ曲始まったんよ。マジでソロ曲急に始まってさ、本当に泣きそうだった。普通に泣きそうだった。そう、しかもサブステージね。そうなんですよ。そうなの。ソロ曲始まったと思って。あ、ちなみに、二日目はね、そう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 。まあ、上からだったんで、まあ、ステージがね、この、あと、今回そのフランちゃんのソロ曲は、結構ステージの前というよりは真ん中に立ってる感じだったので、印象ね、ちょっと残ってる印象ね。まあ、回ってたと思うんだけど、多分、カメラかな？カメラに、の前立つときは多分真ん中だったはずだから。そう、真ん中目だったからね、なんかよく見えて、よかった、よく見えて。多分ね、アリーナだとちょっと、あれなのか、どうなんだろう。アリーナで見てないからわかんないけど、でもなんか上から見えて、こう、動いてるところも見えて、もうなんか、ラップ調だし、めっちゃかっこいいし、みたいな。ねえ、そう、ソロだし、みたいな。ソロ曲来たし、どうしよう、みたいな。かっこいいし、みたいな気持ちでペンラ振ってたら終わった。何も、歌詞とか全然覚えてなくて。そう、フランのソロ曲全然覚えてないんだよ。でもラップ調でめっちゃ激しいっていうのだけ覚えてんの。そう、歌うまかった。そう、歌お上手でした。そう。マジで。ちょっと待って、なんか、米欄追いついてないんだな。そうね。フランちゃんの器とか用意しなかったの？してます。ちょっと優香迷っちゃったんだけどさ。いや、桜ちゃん最推しでずっと来てるからさ。優香迷ったんだけど、フランちゃんの器も買っちゃったんだよね。フランちゃんの器も買っちゃったんだよね。こそっとこそっと掲げながら。これね、ライブ行くたびにうちは増える気がする。あ、この子めっちゃいい、この子めっちゃいいってなって、なんかグループごとにうちは階層になる。そう、私天才なんだからできるのよ的な歌詞だった覚えがある。なるほど、ちょっと出してほしいですね、早く。そう、めちゃくちゃ高いキーの声の時に歓声起こってた。いや、歓声は多分出した気がするんだけど、全然高いキーだったところが覚えてない。いやー、アリーナからでもよかったですよ。よかったよかった。そう、かっこよかった、かっこよかったから早くもう一回見たい。早くもう一回見たい。そう、推しは何人いてもいい。いや、本当にね、本当に今自分がそうなってます。へへへへって感じ。もうペンライトの本数も行くたび行くたび増えてくから。行くたびに本数増えてくから、マジで。そう、マジで円盤くださいですね。いや、そうなんだよね。まあ、というところで、もう一回聞きたいです。早くもう一回聞きたいです。何かで実装お願いします。新曲でのみでミニアルバム出せるのでは？それ確かに、それある。ねえ。ということでね。まあ、で、新曲があってからの、まあ、恋と花火ということで。恋と花火ね。まあ、さっきその語りましたけど、語ったところがあるので、割愛させていただきます。はい。公式のペーラじゃ色出すの間に合わないから個別の色のペーラ買ってます。いや、それね、迷ってるんだよな。私も買っちゃおうかな。もう今一生懸命金ブレさ、ポチポチしてるんだけどさ、そろそろ単色買ってもいいよなって気になってる。そう。ねえ、謎ユニットはこれから触れます。はい。ねえ、フラン役のリンさん、大人気の声優さんやから、運営さんには頑張ってほしいね。頑張って、
頑張ってスケジュールをね作っていただければ嬉しいです嬉しいです。いや本当、いやなんかこんだけ2日間さ、そのフランちゃんを浴びて、リンさんを浴びて、マジでリンさん好きになったかっこいい、かっこいいし、歌うまいし、なんだこれみたいな気持ちになってる。推しが増えるね。声優さんのなんか、あ、好きみたいなのも軽率に増えてくね、はい、という感じでございます。ここ MC なんだっけ、ここの MC なんだ、この MC は月ストの MC か、月ストの MC だ、ここ月スト、月ストで並んでるもんね。そうだ、そうだそうだね、馬じゃなくてこっち来てくれて助かる。そうだ、馬娘もねライブやってましたからね。そういや、で馬娘も本当気になるんだよなもう馬娘すごい、いやずっと前から気になってはいるんだけど、本当にちょっと いつかやりますいつかやります、はい。ねえ、いやリーダーズ豪華よ本当ね。リーさんビジュも強すぎる。いやそうなんだよ、そうなんですよはい、あね、ここそうだそうだ、月スト、月ストコールだ、そうだ、ライライがめっちゃ可愛かったところだ、これ。そう、立花未来ちゃんね、めっちゃ可愛かった。そう、コールやりたくてって言って、あの提案したコールが月スト、月ストってやつで、あの最初がそのペースだったんだよ。月スト、月ストって急に振られて、そのペースは早くてちょっとあのファンもね、あの混乱しながらコーレスしてたけど、あ、ごめん早かったって言ってあのワタワタしてる感じがすごい可愛かったのそうで、なんかごめんごめんって、もう一回やるねって言って、あのゆっくりめに月スト、月ストのペースでやってくださったんですけど、まあ、その時はねもう皆さんバッチリ乗れて、あの月スト、月ストって返せたんですけど、その後にやっぱダサいねみたいな、なんかやっぱダサいかもと、ダサいねみたいなって言っててなんかやってみたいんだよねっていうキラキラから、ダサいかもって落ち込むところまで琴乃ちゃんだなって思った琴乃ちゃんも多分同じことを同じ感じで多分やるんだろうなって思って、琴乃ちゃんはなんかでもなんかそのイメージあるからさ、そのなんかキラキラパーってなった後にあスンってなっちゃう感じそう、恥じらいながら、そう恥じらいながら、あダサいかもっていうのすごいすごい、あの照れてる琴乃ちゃんがね脳裏をよぎりました。はいね、いや全然、そう全然、あの月スト、月ストの速さも全然いけた、全然いけましたけど、ゆっくりにしたからちょっとダサくなっちゃったのかなって思ったけどねそう、あ、ありましたね、鳴宮すずですわーの、そうで、いやこのですわが楽しいんですわーはありましたありました、クスクスってなりましたね。そうね、あ、サマホリみたいにことのことのだったらいけたかも確かにね、みんなの名前、みんなの名前を呼びたいね。ね、サニピー以外もね、むしろあれを月下サニピーに限らずリズナワトリエルスリクスでやっても全然、全員分やりたいですね。全員分やってその後になんて言ってくれるかを楽しみたい。ないかなないかな、ちらココロちゃんはめちゃめちゃ完璧に返してくれそうな感じする豊崎さんね、そう、各ユニットやりたいよね、やりたいよねやりたいということで、はいまあそんな感じでね、であと新曲の部分の解説があったり、まあ、結構和む感じ、1日目よりはゆったりめの MC だったと思います武田、武田スリックス、スリックスはほんといじりがいあるねはい、ということでね、最愛を君に届けもやりましたし、
ここでダンスすごいなって本当に思って、まあ、ちょっとあの感想は1日目でも言ったので割愛して、ザワン&オンリーかここでね、ちょっとザワン&オンリーはやってないよね1日目ね、やってな不安になってきた、やってな、やってますやってます、そう同じ曲だった、やってないのあれか、うん、次のやつか、次のやつか、ちょっともう記憶ないわ、記憶ないわ、次ないわあれ次なかったっけそっか、月ストここで終わりかそっか、なんかもういろ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 な記憶が連戦されてきてるな、まずい、急げ、はい、やってますね、割愛します。で次クロッカスの扉開きました、はい、ここね開いたね、これはバックステージだったね、いやー可愛かった、なんかそのダンスもさ、曲調も可愛いし、その結構爽やか系だしね、そうここサブステで良かった、いやそうね、やっぱ2人ぐらいとか1人とかだとサブステとかがやっぱ映えるなっていう感じはする、大きいステージで1人も結構圧巻ではあるんだけど、なんかサブステにはサブステの良さがあるなっていう感じ、よかった、ここであのクロッカス難民が救われましたね、はいね、 MC ではあのね、緊張したって話してたっけ勝手に冷静してる、またいやなんかすごく楽しそうに歌われててニコニコしててよかったなと思いました、最後のグータッチよかった、あ、そらちゃんがマイク持ち替えて振りが左右対称になるようにしてたのよかった、 あれ持ち替えてたのか、なんか対称だなっていうのは見てたのよおーそうなのかと思って、ね、あ緊張してたって言ってた、よかったよかった、連戦してなかった、楽しかったねえ、本当に四季なんか歌ってる時に見守るそらさんの表情が柔らかくて好きでした、いやなんかいいよね素敵だなって思いました、なユニットを超えてねえの、まああのユニットっていうかグループを超えてのユニットでございますからね、ここ、幕張土下座の時ってこの時の MC だったっけ、どうだったっけ、ちょっとそこまで覚えてないんだけど、覚えてる方はぜひコメント欄ではい、でまあクロッカスの扉があってからのナンバーワンですよ、ここねれいちゃんね、メインステージで一人よ。いや、なんかさっきさ、メインステージとかさ、じゃあ、あの、一人とかね、二人とか、人数少ないのサブステージで入る良さもあるって話はしたんだけど、いや、ナンバーワンはね、メインストーリーでいい。メインストーリーじゃない、メインステージでいい。メインステージ、よかった、すごい。なんか、あの、元気な曲だし、結構その、萌子さんが、動き回ってて、その曲でね、結構端の方まで動いてらっしゃったので、なんかこうステージを全体広く使ってる感じとか、ダンスがある感じとか、髪の毛さらってやってる感じとか、すごい、すごい良かった。ねえ、もし恋ですよ。で、セリフもね、ちゃんと入れていただけてね、本当に。ねえ、そうそうそう、パレードっぽい曲だしステージ使うのよかった、そう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 、ねえダンス激しい、最後のセリフで昇天したレイって叫んでたらみんな燃え凍って叫んでて、なんか浮いた、いや大丈夫だよ大丈夫大丈夫、いやなんかもし恋だったね、もし恋だった、すごいもし恋だったレイであってレイでない言ってましたね、よかったよね、アクセサリーも追加されてました、あ、アクセサリー追加されてた、ちょっと待って見てなかったかも、そこまでは、いやよかった、セリフね、ずっとそばにいてよねみたいなやつね、好きようなやつね、よかったねこれ見てれいちゃんにガチ恋しない人なんているのって気持ち
よかったね。なんか MC の話になっちゃうけどさ、そうそう、 MC でね、その例であって例でないっていう話もされてましたしね、あのセリフを MC じゃ言わないよみたいな感じの振りがあったのがねっていうターンを作ってくれたところね、楽しかったですね、あのなんだっけ、静粛にみたいなあったよね可愛かった。確かにここもペーラ水色で大変よかった。確かにそうだそうだ、そうですね、ソロ曲とか、まあ、ユニットとか基本的にその色で染まるのでよかった。なんかやっぱでも一色で染まるのいいね、ライブでね。なんかそれを感じるソロ曲でした。早く早くみんなソロ曲できてほしい今ソロ曲ない人もね、ていうかあれか、サニピ勢ソロ曲多いけど月下勢ソロ曲全然ない。もしかして月下はユニットが多いのか、グループ内ユニットが。そっか、そういう感じかそういう感じなのか。琴乃ちゃんだけだもんね。そうだよね、そうだよね、月下ね、月下ソロ曲。まああとあれか、まなちゃんの曲歌ったプレシャスすずちゃんとかかな。サニピー、あとちさちゃんだけだもんね。そうね、ちさちゃん、え、近いと思うよ実装多分こんだけサニピーのさ、あのソロ曲出てるってことは多分一通りサニピーのソロ曲出すんだろうなと思うから、ちさちゃんの実装は近いんじゃないかな、ソロ。ねえ、スズニアはプレシャスあったけど、アリオ出ないし、って感じですね。もしこい、もうもしこいか、もしこい実装はとなしもしこい来たらもうソロ曲確定演出みたいなもんあるもんな。次いつだろうね、次誰だろうね、楽しみですね。でこの次よ、この次ちょっと画面見えてないけど、はい、ここね、ここね、これね恋心アーム上ねなんだっていう、ここね、その間にねあれがあったんですよ、その MC というか天の声、天の声方式のその振りみたいのがあって、ボイスドラマ、あ、そう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 、ボイスドラマが始まって、そう、あ、心ちゃんか、あ、愛ちゃんかみたいな感じでさ聞いてたらさ、急にかなちゃん出てきて、かなちゃんみたいなえ、かなちゃん、え、うん、みたいな。でね、ゆうちゃん、すみれちゃんが、ね、すみれちゃんね、いますよ、はい、ね、出てきて、え、もしかしてここでユニット組むんかと思ってねえねえ、それこそスリックスさ、ソロフランちゃんやってさ、ねえ、かなちゃんまさかユニット組んでてさ、これみほさんのあの気になりますはんのみほさんがフランはソロで歌ってるし、かなは知らないところでユニット組んでるしみたいな、なんかちょっとブツブツ言ってそうなんか言ってそうなんだけど、ような感じがするんで、あの美穂さんの心境知りたいですね、すごくね、ということで恋心アーム上ってことで、この曲は結構アップテンポな感じ、ちょっと曲調ごめんなさい忘れてしまったんですけど、アップテンポな感じで、なんかちょっと小悪魔アイドルみたいな感じがしたから、なんだろう、それこそその今までスリックスはさ、スリックスもそうだしリズノアもそうか、結構かっこいい系の曲が多かったから、からのこういうかわいい感じそう、からのこういうかわいい感じが入ってきて、いや、なんか嬉しかったし、かなちゃんなんやかんや言って仲良くやってたからそう、だから心ちゃんとかなちゃんの絡み見たかったからね、嬉しいんだよな、ここでユニット組んでくれて、まあ、そのうちイベントがあるんだろうなと思っております。
ね、多分あると思ってるよ。多分パジャパみたいな感じであるのかなって思ってるから。でもあれだったよね、ライブだからここだけの限定なんちゃらみたいなさ、ボイスドラマで言ってたよね。だからどうなるんだろうと思って、そうどうなんだろうって思ってる。カナが中高生と張り合ってて笑った。確かに確かに、それ言われると確かにねえ、そう、声ちっさくコロちゃん実は人気ないんじゃないって言ってた言ってた、ないんじゃないって言ってた言ってた。懐かしい、懐かしくない、もう昨日よ昨日のことがもう懐かしいわ。うん、言ってましたねえ、言ってました。美穂アーム上美穂ちゃん、美穂さん、うん、なんかあるといいですね、美穂さんもね、これからね。ね、あ、まだサンダース控えてるか、そっか、なるほど、あるかなねえまあストーリーで実装されるならね、これからどんな感じに、どんな感じのストーリーになるのか、絶対ドタバタコメディだと思うんだけど、楽しみにしたいなって思います。どうなんだろうね。センターを除いたメンバーで歌うのがコンセプトだって、ことぶきさんがブログで書いていた。なんだって、なるほど、ブログか、そういうところで拾えるのか、なるほどなるほど、ありがとうございます、助かります。すみれちゃんがまとめ役にならざるを得ないんだろうなって、あのメンバーって、愛ちゃん、愛ちゃん頑張れゆうちゃんはなんかこう見守ってる感じだったよね、ふふふって愛ちゃん頑張れすみれちゃんも頑張れ。あ、なんかイヤモニね、話あったね。かなちゃん役のね、あゆみさんのね、イヤモニの話ありましたけど。でもお手振りがさ、手振る感じじゃなくてさ、手こう何曲げる感じ、親指とこうその他の指でなんかパクパクする感じの手の振り方しててね、してた気がする、ちょっと違ったらごめん勝手に捏造してるかもしれん、なんかそういう感じの手振ってて可愛かったちょっといいなって思いました。あ、なんかそんな振り方してたよね、してたよね、よかった、私の記憶違いじゃなかった。そう、なんか ああいう振り方もあるなって思った。一番年下なのにまとめ役なのかわいそう。まあ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 、すみれちゃん頑張れ、なんとかなるさ。パジャパが恋しくなってそうパジャパは癒し、あ、なんか今日ってか今回パジャパ来るかなって思ったけど、パジャパ来なかったね、そういえばなかったね。そっかって思った。まあそんな感じで、はい、次行きましょう。次サマホリか、まあこうさ、これ次ね、サニーピースのねゾーンですけど、はい、サマホリがあって、ハイファイブでピースサインがあり、ここはね、ここはやったから、で MC があってエブサニーがあるから、この辺はもう全部ねやったから、はい、割愛します。暑いから、確かに確かにね。白石シスターズもなかったし、そっか、まああれか、ユニット系は前回やらなかったやつみたいな感じか。確かにそうかもねえ。まあまあまあ、もうここのサニピアも安定ですよ、安定の楽しさ、そう、安定の楽しさ、そう、声出しも楽しかったし、ということで割愛します。で次よ、もうサニピで喉温まって、もう十分に温まってからのよ、でもずっと温まってるんだけど、もうサニピでね、うわーってしっかり声出ししてからのドセレイジですよ。来ました、来ました、これ。いや、文字でやるっていうのはさ、ね、星見アンバサダーが出るって言われてたから、そりゃやるだろうなとは思ってるけど、でもいざ来るとよ、まあ、なんか、あー聞けるんだこれっていう、
ちょっとどこだこれか、そう聞けるんだっていう、もうねそうよもう長年オタクをやってる身としてはやっぱ懐かしさだと、なんかあここでライブで聞けちゃうんだっていう、え今令和ですかっていう気持ちとそう、あとねかっこいいねアレンジのやつでね、まあ、すずちゃんとあいちゃんとココルちゃんと3人でという感じで、こっちサブステージね、うーん楽しかったね、ユオぐるぐる多かった多かったね光物はね、光の強いものはねちょっと NG っていう話ですけどね、多かったな、アイプラ関連楽曲で一番激しいまである、確かに検温やスフィアさんからライブハマった自分としては盛り上がりしかなかった、そうだよねそうだよな、嬉しいね、楽しかったね今後もやってくれるのかな、どうなんだろうね、そこは気になるところ、ですな、そういえばスウォルツアート聞きたかったな、わかる、それ私予習してったもん、予習してたけどなかったねなかったなかった、そうなんだよ、そうエブサに、エブサに同性レイジソワソワの盛り上がりを、いやそうでなそれな、同性レイジでうわーってなった後のソワットでふーだからねここもしっかり回収しました、ここもはいバッチリ叫びました、楽しかったですどうせレイジに歌う人1人いたら他2人はその1人を見守る構図がエモでした、良いよね、良かったよ、そうやっぱライブになるとさ、そういう構図とかさ、ね、フォーメーションねフォーメーションが見れるからね楽しいよね、ね、そう自分がいた A ブロックに近いサブステージを歌ってくれたことに感謝でした、いや嬉しいねそれね、それめっちゃ嬉しいわスタッフさんが飛び跳ねたりする席をメモして対応あしてたように見えたよ目の前で、あ本当そうなのか、じゃあもしかしたらなんかあるかもしれない、まあわかんないけどねそわそわね、そわそわこれそわそわそわっとね、はいそわっとはそう美穂さんいなかったんですけど、まあ、音源でということでね、音源参加でございましたけど、でもなんかあれね、でもちゃんと成り立ってて好きだったよちゃんといたよ、そういたって感じだった、ね、リンさんが口ずさんでたのが印象的だった、口ずさんでた気がする、ちゃんと見れたかなそこどうだったかな、でもそういや素敵だった、なんかやっぱ盛り上がる、やっぱ3人で見たいかもやっぱ3人で見たいなって気持ちはあります、でも楽しかったです、はい、いやみんなさん本当に歌う上手なんですよね、ね、武田パートの時はカナはマイクを観客に向けて歌うのを丸投げして、フランはマイクに入れないけど口ずさんでたのはすごいキャラになってたなるほど、そういう感じだったのか、そっかそっか、そうだったか、それは確かに、それは解釈一致あ、医者さんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとうございます、はいこんばんはいらっしゃいませ、そちらのアカウントで来るんですねあびっくりした今、おお、ニューが出たなと思ってみたら知ってるチャンネル名でびっくりしましたこんばんは、すごい楽しかったですライブ、はいねえ、MC で美穂のこと触れるかと思ったけど何もなかったね、確かに何もなかったね確かに触れてなかったな、
そう、石田さん、そうですね、2日目にいらっしゃったって、はい、見ましたツイート見ました、はい、皆さんお疲れ様ですね、うん、ね、いつもお世話になってます、そうです本当にお世話になってますコメント欄がすごいことになってる早いフランさんがセンターでよかったって煽りはあったけど、あったね、あったあったあった、そう、カナがどう思ってるかは、カナちゃんがどう思ってるかは分かんないけど、私はそう思ってますっていう話ありましたね、うんねえ、素敵でした、うんうん、ね、次はスプリングバトラーも聞きたい、聞きたい聞きたいですいつかね、いつかマネージャー陣がね上がらないですからね、なかなかね、ライブスプバトの希望コメがすごいな コメントダックさん、ダスクさんかな、こんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、本物のわけのが来ました、はいねえ、うんうんうん、パーティーだから石屋さん登場期待してた今回はなかったですね、うんうんうん、2日目の会場後の待ち時間で春闘流れた時の拍手起きたの笑った、あ、らしいね、そうそう、2日目ね、会場後ね、そう、私は結構会場ゆっくり行くからさゆっくり行くタイプだから聞けなかったんですけど、流れたと聞きましたっていうツイートを見ました、はい、一マネージャーだったので一緒に楽しんでおりました、光の波が綺麗でしたね、いや素敵でしたね、私も2日目は上から見てましたけど、やっぱね、アリーナだとあんまりね、こう自分が光になるみたいな方に集中してしまうのであれなんですけど、上から見るとね、やっぱ圧巻でございました、はいうん、ねえ、カナも表向きはちゃんと褒めてそう、褒めてるかな、どうかな、でもなんかあれじゃない、キャラストーリーとかでなんかそういう話は出そうじゃないどうだろう、カナちゃん、素直なカナちゃん聞けるかな、うん、うん、正直心配だったので2日目も見たかったです、次回はぜひ両日参加なかなか多分スケジュール的に難しいかもしれませんが、ぜひ、はーいあ、海外勢でアイプラライブ行けなかったので感想会こっそり聞いて楽しんで楽しんでいます、いつもありがたい、いえいえこちらこそ、いつも見てくれてありがとう、はーいということでまあそう、終わったがあってね、 MC 入ってね、さっきのかなちゃんの話があり、トップオブザトップスをやってバンバンやってって、今この辺はね1日目と変わりがないので割愛しますが、でも本当にどの曲もね楽しかったね本当に楽しかった、うーん、ということでね、でここでさ急に暗くなってさ、そう、なんか一瞬だけステージ光ったんだけど、アンコールの場面か分かんなくてアンコールなんかここと思って、なんかね演出なんかあったんかなとかちょっと思ってたんですけど、アンコールでしたねここ、あ、正しかったんだって、あの瀬戸り見てから思いました、うん、ね、あ、アンコール、アンコールか、うんうんみたいな、でよでよ、アンコールだったよここアンコールさー、あのピアノなのか、あれピアノでいいのか、音さー、イントロ流れた時からさー、もう速攻でねペンラの色変えましたよ、速攻で、私はねピンクと青振ってたんですけどねー泣いちゃった私、あのフランちゃんのソロ曲で泣かなかったのに Song for You は泣いた泣いたね、あ、ちなみにここペンラはあのピンク勢と青勢と緑勢がいるんですけど、
まあ結構ツイートでね流れてたので、あのご存知の方も多いかと思いますけど、緑はあのゲーム内の MV ライブのその色がペンラだから、あアニメもか、アニメもそのソングフォーユーは緑色だから緑色振ったっていうやつで、うん、まああれはね私何色振ってもいいと思うんですよ。だって迷惑にはなってないからね。そう、周りの迷惑になってないから、まあ、自分が思う色を振ったらそれで正解だと私は思ってます。はい、だから緑ペンラでも正解だし、ピンクでもね、マナちゃんに対する思いとかでも正解だし、青色でも正解だし、何も振らないで見守ってるも正解だと思います。はいね、だからなんか、あ、周りがこの色だからこの色にしなきゃみたいなね、多分ないと思いますよ。うん、だったんだけどということはあの伝えたかったんですけど、あ、まあ、これは私の感想ですけどね、私の思いですけど、そうそうそう泣いたね、ことのちゃんのソングフォーユーね、いやよかったなよかったって、あの後だって普通にソングフォーユー聞きに行ったもん、ライブ終わってから、ライブ終わってからね聞きに行って、まあそのまあそのアイプラの中ですごく重要な曲っていうのももちろんありますし、まあ、と私ね、あの僭越ながらというか、あの恐れ多いんですけど、あの歌ってみたでソングフォーユー出しているので、なんかその練習やっぱ結構練習したのよ、ソングフォーユー歌みたで出すときに。そのこともあったからさ、なんかそれも含めてジーンってきちゃって、うーん、アルピコさんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。何も振らずに立ち尽くしてた、もうそれもね、それも一種の私は楽しみ方だと思いますよ。うん、そうやってこう体で音楽を浴びてジーンってするのもねありです。そうそうなんですよ。あ、今日アニメ12話見てまた泣いた。最終話見な、最終話見直しでいるね。ねえ、そう、あ、そうね、今もマナ T シャツ着てる人が報われて本当によかった。いや、そうそうね、そうなのよ。なんかそのさあ、1日目はなかったじゃない、そういうのが。1日目はそのまあジェムストーンズだったりとか、そのまあ周年曲がマナちゃんをね、まあこう匂わせるというかっていうのはあったけど、マナちゃんの曲なかったじゃない。だから2日目に来て、うわ、ここで来るのかっていう気持ちはねすごかったですね、本当に。し、それも思ったし、ちょっとこれを言うのはあれかもしれないんだけど、あのそれこそその神田さんがいらっしゃったら、もしかしたらここは神田さんが歌ったのかなっていうのも思った、よぎった。なんかそのそういえばその、まあ、あのアニメというかゲームのストーリーの中では、もうなんかそのなんていうの、まあ、いない存在ではあるけれども、なんかね、もしなんていうの、その、まあ、神田さんがいらっしゃったらだよ、なんかそのなんだろう、みんなの後輩たちを見守ってるそのなんか別世界パートみたいな、なんかドリーム的なね、あの周年のさ、周年の時に流れたストーリーのドリームみたいな伏線でさ、ソングフォーユーとかさ、まあ、なんかね、マナちゃんがやるのかなみたいな、そこまで想像したからさ、考えちゃったからね、なんかもうそれも合わせてうわーっていうね、涙が止まらねえよっていうあったね、あったね。しかもさ、幕張だよ、幕張でさ聞けるんだよ幕張立ってたんだよなーっていうそこも含めてなんか特大あのクソデカ感情オタクをしてましたあーっていう考えちゃうよね。トレンド入りもしてましたね、してたね、してた。でもそれぐらいでもやっぱりみんなアイプラのマネージャーさんたちが、まあ、みんな思うところある曲というか、やっぱそれぞれが思いを込めてる、思いを募る、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろうね、難しいね、言葉で表現するって。
なんかまあみんながみんなこう心に一つ留めてる、まあ、出来事というか曲というかっていうね、そういう感じです。はい、まあね、なんかアイプラある限り続いてってほしいなっていう、忘れないでほしいなっていう大きくなってかな、どん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 大きくなっていっちゃうんですけど、はいそんな感じがしました。はい、ね、うん、でもコメント欄戻るねついに聞けたって気持ちもあって、自分もずっと泣き通してました。うん、そうね、いやー、うーん、兄様2022のデイワンを買うのと、あ、そう、兄様2022のデイワンで、そっか、やったんだよね、そうだよねって聞きましたよそう、その時は緑一色だったんだよね、ペンラがね、確かね、っていうツイートを見ました。はい、うん、ねえ、ソングフォーユーからのさよならでアニメに帰国地来るかなって思ってましたいや思ってたよ、思ってたし、なんならライブ始まる前からアニメ2期やるかなって思ってた。なかったね、うん、なかったねアニサマの時はほぼアニメ再現してた。あ、なるほどね、うん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 、ねえ、まあ、ということで、まあ、ここでアンコールがあり、アンコールでジーンってなってたところでダブルアンコールということでね、はい、さよならから始まる物語が来て、ジェムストーンズが来てね、この辺はあれですね、ワンデーでもやった曲がこう並んできますけども、まあ最後だしね、うん、じゃあサンムーン&スターズやって、でここね、最後友達だよいつの日もね、そうなのよ、リオさんパートどうするんだろうってずっと思ってたの、ワンチャンハルコさん来るかって思ってたんだけど、全員でしたワンチャンハルコさん代打で来るかって思ったんだけどね、全員でしたね、ね、いやなんかやっぱでも全員で歌ってるところ、全員っていうか、まあ、その日出てたね演者さんの全員皆様出てらっしゃったのを見て、そう、あ、なんか、あ、これでこの 2days は終わるんだなっていう感じがねすごくしたので、ここをオールキャストにしていただけて本当になんかオタク嬉しかったし、なんだろう、なんかそれぞれのさパート分けがさ、リーダーズに合わせてグループごとで歌うじゃん。それがね、それがなんかさ、その月ストのメインストーリーのこともあるしさ、でサニピちゃんたちのさこう絆もありさみたいな、リゾノワのね久しぶりに、あ、リゾノワはそうだ、昨日は久しぶりに、そ、昨日じゃ、一昨日は揃ってたけど、まあリオさんいなかったけどみたいな、そのリオさんの分も歌うぞみたいな感じのところとかさね、トリエルは美しいねいつも感想が薄くてすまない本当に、いやでも、いや、なんか完璧なのよトリエルってそうだし、あとなんかそのそれぞれのさ、やっぱなんか向き合ったりとかさ、顔合わせたりとかさ、そういうのが見れるからさ、素敵なのよオールキャスト、オールキャストの良さ、そう、キャストごとのイチャつき、そうそう、え、あのさ、幻覚見てなければなんだけど、スリックスさ背中合わせしてたのここだよね多分、合ってます、あ、合ってますね、多分他にもいたから、多分コメントにいるから、そうだよね、背中合わせ尊すぎてさ、へーってえーって思ってた本当にやってくれるんですかそんなことみたいな幻覚じゃなかったねえ、よかったあれあれ好き、あれ好きポイントでした、うーん、そう、なので見れてないわ、うん、そうだったのよ、そうだったの夢だけど夢じゃなかった。いやー、オールキャストいいね、なんかやっぱそのまあ 2days、まあ締めくくりっていうのもあるし、あ、2日目の締めくくりっていうのもあるし、 2days 締めくくりっていうのもあるし、まあ、そこでまあ全てのねキャストさんが出てきて、なんかこうありがとうございましたっていうところ、もうこっちもありがとうございましたよ、本当に本当に、てかもうこちらからよ本当に
本当にこの素敵な2日間をありがとうございましたの拍手を送れたことがね嬉しかったですね。うん。であれよ、なんか途中で喋ったけど、あのタイミングでありがとうって言いたいありがとうって叫ぶオタクしたかったけど、ちょっとさすがにステージ遠すぎてちょっと躊躇しちゃった。拍手、盛大の拍手で最後もうパチパチしてました。はい、全力拍手してました。叫んだ、あ、叫べた、よかった、それは良き。そう、ちょっとみんなコーレス慣れてきたらそろそろあれも一緒にやろう曲の合間とかのキャストとかキャラの名前呼びとかもしたいね、そろそろね。なんか最善とかだったら多分しやすいんだろうなって思うの。最善、そう、最善じゃないとちょっとやりにくいなっていうのはちょっとある。ありがとう伝えよ、みんなでね、この素敵な時間を作ってくださり本当に本当にありがとうございましたという気持ちでいっぱいでございます。こんなね、もう満足よ、本当充実して、もうなんか今日の朝も幸せな気持ちでね迎えられたから本当に良かったなっていう感じでしたという感じで、2日間のね、ちょっと記憶がガバガバでございましたけれども、皆さんの助けもあってだいぶ補完できたんじゃないかと思います。はいありがとうよ、みんなでちゃんとね、うん、ということで、はい、まあ、2日目の告知はね1日目の告知と一緒だったので、あ、2日目の告知ないんだって思ったんだけど2日目に残しとけばよかったのにってちょっと思ったんだけど、うん、いやまさかのトリエルね、トリエルリズノアスリクスもあったりするのかななんて思ったけど、さすがにスリクスは曲数があれかみたいなところあったけどね、なんかあれですね、そこのその旧星見プロダクション組、サニピ、スキスト以外のグループもなんかゲストとかで出たらいいねって思うねね、はい、ということです。円盤化希望、ほんと円盤化希望です。はい、いやでここからはグッズの話とか、なんか会場行って面白かったなみたいな話とか、面白かった話はそんなにないかもしれないとか、あとはまあ次のねライブツアーどうするよみたいな話ね、いやしていこうと思うんですけど、あ、そうグッズの話とね、しますします。はいね、まあツアーはサニピツキストしかないんですけど、みんなでやるライブもまた見たいね。なんかそう、いやサニピ推しだけど楽曲全部好きだから、やっぱ全部ね聞きたい一個のライブで全部味わいたい。贅沢かもしれないんだけど、これはだから待ってます。また皆さんが揃う時をだからこそのデイワンを超えるライブというか、超えるライブというか比べちゃいけないデイワン今後いろいろライブをやるだろうけれども、デイワンは比べるようなものではなく、もうこれは殿堂入りしていいものだと思っています。はいはい、ということでグッズの話しましょうか。グッズね、メモリアルね、まずメモリアルの話ね、1日目でグッズありましたけど、メモリアルは買います思ったより高かったけど実物あったんですよ、ライブ会場に。そうあって、あれペンの入るサイズなんよね。写真も多分公式で出てると思うんだけど、ペンの入るサイズだし、なんか思ってたらなんかもうアクキーとかのサイズしか入んないのかなって思ってたら、ペンが立てられるタイプらしいので買おうかなって思ってる。うん、思ってます。でもさ、あれなんだよね、サニピツキスト分しかないんだよね。全員分出してほしいなって思ったんだけど、多分ねサニピツキストで売れたらね、その他のグループも出てくると思ってるから、ここは私サニピのその、まあさくらちゃんのやつ買おうかなって思ってるはい、
ね、わかる、5000円くらいかなと思ってた。わかる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 、倍したね、倍してました。うーん、かなー、ねえ、グッズね。いや物販よ、物販。1日目にさ、私物販いてたんですけど、あの1日目はね比較的曇りでね、まあまあ過ごしやすかった。そう、まあ過ごしやすかったし、そのあの2時間ぐらい並んだんですけど結構周りの人がねこう喋ってたりとか、あとあの音楽が流れてたりしてたので、そんなに暇ではない、まあ、暇といえば暇かもしれないけど、でも楽しめました。はい、楽しみながら並ぶことができました。はい、でね、ギリギリ9時も間に合い、9時じゃない、ガチャか。9時じゃない。ガチャね、リアルガチャね、やってきましたよ、バッチリ。あの、ツイート見た人はわかるかもしれませんが、しっかり天井分という、まあね、天井元に増減30個分ね、買ってきました。なんかツイートしてた、ツイートなんかいろいろ見てたんですけど、多分30個買うと T シャツ1枚は確定なのかなみたいな風なツイートがあって、うん、しっかりね、 T シャツでも T シャツさ、種類がさ、いろいろある中でさ、サニピ地引きですよサニピ地引きやったぜここはね、ガチャ運の強さ持ってますね。はい、ね、まあ、あのいろいろ缶バッジだったり、ラバーバンドだったり、あと靴ひもね、そう、靴ひも結構かわいい感じで、うん、あったので、よかったです、ゲットできて。18,000円の T シャツ高っまあ、缶バッジとかもいろいろついてますからね、グッズありますので、はい、ガチャ真っ先に売り切れるのはアイプラミンらしいなと思ったあっという間にね。あ、1日目物販会計前にステッカーなくなりました。あ、ステッカーもなくなったんだ。そうだったのか。私はステッカーはもうゲットできましたけど、はい、まあ、なんかそっか、結構じゃあ私ギリギリだったんかな、あるかもそれは。あ、5個引いて T シャツ引けた。それは強いそれは強いです。はい、ね、朝9時前にいたけど結構人がいて驚いたな。いや早いよね、なんか朝7時ぐらいからもう人いたんじゃない、多分ツイート見た気がする、そんな感じの。サイン入り T シャツはね、あれツイッターで当たってる人見た、サニピの、あれ多分サニピ当たってる人見た、だ入ってたっぽいよ、入ってたっぽいです。はい、まあそんな感じで物販は無事に終了し無事買え、2日目はね暑そうだったね。2日目はもうあの1日目に大体買ったから、うちわだけいただきました。はい、あ、月村さん入り交換してる人見かけました。いるね、やっぱいるんだね。つよつよでございますね、でもグッズはそんな感じかな。でもやっぱ交換してる人いっぱいいたね、ガチャ。まあ、今回そのブラインド商品、そのいつもだったら缶バッジは違う、あれだ、あの衣装キーホルダーとかね、そういう交換物が物販のラインナップにあったんですけど、今回はガチャがあったので、ガチャの交換がめちゃめちゃ人多くてさ、あれだったよ、あの私さ、何回か声かけられたんだよ。〇〇さんですかって言われて、いや、違います。全然知らない名前出てきて。本当に違うからさ、違いますって。そう、一人じゃないんだよ。しかも、数人に声かけられて、私そんな、なんかそんなに、まあ、服かぶ、まあ、かぶらない服装ではないと思うけど、居場所が悪かったかと思って。いやでも私あれだよ、ガチャグッズそんな大広げに広げる感じではなかったから、30個引いてるのは多分見られてたとしてもわざわざ声かけてこないだろうって思うので、
あの、まあね、しっかりカバンにしまっていたんですけども、ねえ丸丸さんですか、あ、違います、あ、すいませんっていうのをね、何回かやり取りやりましたそういうこともあるもんだなっていう、うん、坂道凸はなかったですよ、さすがにねあの坂道凸してる人はそれは多分片っ端から声かけてるのでやばいやつです、それはダメですよそういうのは。はい、あー、なんかあれだね、あんまり良くない感じのね、なんかキャッチじゃないけど声かけみたいなのはいたみたいだね。まあそういうのはどこにでも湧くというか、あのまあ人が集まるところにはそういう人もねいると思うので、だし、まああと普通にねライブとかで、ね、楽しんで、例えばそこで仲間ができていろいろあると思いますけども、皆さんあの自己防衛はしっかりしてくださいね変な事故に、ま、事故事件に巻き込まれないように、はい、あのその時仲良くなったテンションでみたいなのはないように、あのくれぐれもお気をつけくださいましね、結構あの若い方も結構多いですから、はい、うん、気をつけてしっかりその辺はね防御固めにだしね、あと、あ、そこの時にお友達になってもなんかこうトラブルが起こるようなことはないようにどうか素敵な人生を送ってください。はい、ねえ、勧誘されました、マジか。うん、私はなかったですけどね、まあそんなに勧誘されるような風にはいなかったはずなので、多分されなかったんだと思いますけども、はいうん、あと名刺交換がいっぱいあったらしいね。名刺交換羨ましいな、あれいいなと思った。いや無理だけど無理だけど欲しいなと思った。いやなんかもらって、でもツイッター載せたらあれだもんなと思ってもらわずにね、もらわずに過ぎたんですけど、いやー羨ましいです正直うーん、このね、このなんだろう、虚しさ的なやつは配信で晴らさせてください。はい、みんなでね今こうやってライブの感想を共有したことによって、はい、あの浄化されましたうーん、そうね、でもなんかこう仲間ができること自体はいいことですからね。そうそうね、オタク仲間、次の現地来ますかみたいなね、あー行きます行きますみたいなやつはいいと思いますよ。はい、楽しみましょうみたいなやつね、素敵だと思います。そうやってね、あの安全に楽しくこれからもこうなんだ、オタクの輪、ファンの輪を広げていく、行っていただければと。はい、うん、残類ドラゴンズさんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、もらいました。なお自分は作ってないもんよ。なるほどね、とりあえずなんかとりあえずいっぱい作ったんで配りますって人もいたみたいですね。素敵だ楽しそうだ、よきよき、はい、トラブルがなければ素敵だと思います。うん、って感じかな。あとなんかあったかな、メモ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 、すごいメモめっちゃ書いてあるのに全然見ないで、まあ大体話したからいいかなっていう感じになってるなんかあったかな。あ、そうね、あとあの今回幕張ね、会場は結構周りに飲食店が多かったんで、まあ暑かったですけど、1日目も2日目も涼めるところはそれこそね、まああのデイリーの前のとこだったりとかで飲食店とかねで涼めたんじゃないかなっていうのはありましたので、その立地的には良かったかなと思います。はい、うん、風水さんこんばんは、いらっしゃい、来てくれてありがとう、こんばんは。はい、あの今あの一通りライブの瀬戸際舐めたので、あの物販の話とかグッズの話とか、いろんな話をしてます。その他の話ですね。はい、うん、あ、映画館近くに あるのか、なるほどね。うんうんうん、そういえば軽音知らないから推しの子とコラボしてほしかったって会話聞いて、ジェネレーションギャップ感じたそれは面白いなそっかー、まあでも
そうね、最近の子を取り込むならやっぱ話題作なのかしらね。まあアイプラね、今後のコラボどうなるかわかんないけど、何が来るかな何が来ても、何が来てもこう、まあ多分楽しめるけど、楽しみですね。はい。とんかつ屋行くと必ずマネージャーに出くわすのはアイプラあるある。私ね、行きたかったんだよ、とんかつ。とんかつ食べようと思ったんだけど、もうその頃にはお店閉まってました。悲しかった。悲しかったです。はい。横浜のポップアップは、行けませんでした。はい。ちょっと幕張から遠すぎでしょ、あれは。あれはちょっと無理かなと思って。あと、なんか結構始発で行った人は割と行けたけど、じゃない人は結構きつかったみたいなのをツイートで見たので、やっぱ厳しいよなと思って。幕張に絞ってよかったです。はい。ねえ。近くの飲食店にスミレとかさくらとか馴染みのある店名が多くて笑った。あ、そうだったんだ。そこまで見れなかったな。いいですね。なんかそういうところで楽しむのもね、ありあり。デイリー前集まるだけじゃなくて何か買おうぜって換気してたタイムラインで少しほっくりしました。なるほどね。まあね、ちょっと前お借りするからね。売り上げ貢献。はい。そうね、ポップアップ来月幕張だっけ？来月だっけ？か。ね。いやー、ライブの時に幕張じゃないんだなって思った、ポップアップショップ。違うんだと思って。びっくりした。横浜会だけかいって思って。まあ、あと何だったかな、あと何かあったかな。ああ、まあ、あとあれか。今回も、毎回言ってるけど、今回もやっぱ女性多かったね。なんか、回を増すごとに女性も、なんか人数も全体的に増えてるけど、割合もなんかこう、いい感じに、いい塩梅に、いい塩梅いい塩梅ってなんだ、まあ、なんか、その、男性がどんどん増えてく、じゃなくて、なんか男性も女性もファン増えてくっていう感じがして、そう、それ良かったなって、いいなって思ったし、あと、ファン多いなって思った。まあ会場の席数もあるんだけど、人めっちゃいるって思った。ゴミ拾いしてたレイのハッピーの方々も素敵でした。それはとても素敵です。ね、女性多かった。わかる？2日目が女性多かった印象。あ、そうなのか。まあどっちが多いとかわかんなかったけど、でも、なんか多いなーっていう感じだった。なんかそのパッて見て男性も女性もいるっていう感じ。なんか男性だけってことがあんまなかった気がする。ね、なんかいろんな、そうそう、まあコメントにあるけど、いろんな層に愛されてる感じ。年齢層も結構バラバラよね。そうそう、結構上から下までバラバラっていう感じだから、なんかこのままアイプラがどんどん愛されてね、ね、長くコンテンツが続いてくれると嬉しいなって思いました。はい。リズノマ推しの女性が多い感じした。雫推しとかメイ推しが多い。あ、メイ推しのイメージ確かにある。メイちゃん推しあるある。カップルも増えててダメージ受けました。まあね、男性も女性もね、どっちもこう入りやすいコンテンツなだけあってね、まあそのカップルでそりゃハマることもあるでしょうよ。いいんじゃないですか。いいと思いますよ。素敵なことと思います。はい。なんなら親子連れで見に来てる方も見かけました。おーおー、それはすごいね。私もなんか1個前かなのライブでは見かけた気がする。そのうちあれかな、ファミリー席とかできんのかな。ねえ、どうなんですかね。でも人増えたら分かんないよね。あるかもしんないよね。いや、ヘアメイクの人多かったね。多かった多かった。みんな綺麗で可愛くて
本当に目の保養です。あんまりこういうことを言うとちょっと惹かれるかもしれませんが、なんかやっぱ可愛い格好、かっこいい格好ね、えハッピーでがっつり決めてくぜの格好、みんなそれぞれこうライブを楽しむぞっていう意気込みを感じられてね、いいなって思ったよ。いやー素敵よね。やっぱでもそうよね、まあ、推ししっかりこう素敵好きなコンテンツのねためにね、時間をさっきね自分も綺麗にして挑みたいっていう気持ちはとてもとてもわかります。はい、スリクソ推しの JK を見た気がした。気がした。なるほどね。隣に小学生くらいの子いた。おお、すごいな。うん、概念コーデで参加される方も多かったりするんでしょうか。あ、でも多かったんじゃない。ツイッターでも見かけたけど、リオさんコーデの人は結構ちらほらいたかな。うん、マナの白ワンピ風の服着てる人いた。あー、いいですね、いいですね、素敵。月下のコスプレしてた人いた。どんな感じだろう、見かけられなかったな、見たかったな。ね、あ、でもそれこそあれか、それこそさ T シャツ、すみれちゃんの T シャツじゃない、パーカー、あれ T シャツパーカー着てる人いた。いたいた、見かけた、それは見かけました。はい、あ、0時からお仕事なので先におつみちでした。あ、田中中田さん、おつみちありがとう、そしてスーパーチャットありがとう、お仕事頑張ってください。はい、すごい、0時から仕事、すごい。ねえ、次のゼップツアーオルサになるんだったら女性エリアとかできるんかな。あー、どうなんだろうね。まああの2階指定席とかもねあるから、1階がまあどうなるかわからないけれど、わからない。結果わからないです。はい、しずくちゃんの板バンクの人、髪型もしずくで可愛く、すごかったね。いたいた。ね、板場にしろ板車、服装コス、みんなそれぞれ本気が見られて元気もらいました。いいよね、やっぱそのコンテンツに染まるっていうのがね、楽しい、見てる方も楽しいしやる方も楽しいんだろうなと思います。はい、アリーナで月そのステージ衣装の人がいた。おお、すごいね。はい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 。あ、ツキスト衣装の方ツイッターで見かけました。白ワンピの方ツイッターで、ツイッターにいるのね、みんなみんな概念衣装ツイッターで見られるらしいので。見たい方はぜひ探してみてください。なるほど、ツアー自由席な気がする。どうかね、わかんないね、そもそも席が用意されるかもわかんないからね、オールスターなのか席なのか。ねえ、はい、まあ、そんな感じかな。あとなんかあったかな。ああ、終わりにって書いてあるメモがあるわ。終わりにで読んでなかったやつがあるから一応読んどくと、あれですね、あのコールがある曲はなんか練習用の動画欲しいなって思った。なんかこれ多分要望ばっかりだな、これなんかちょっと厄介オタクになっちゃいそうなんだけど、コール用なんか練習用の動画とかあると嬉しいなーって、そう思ったなーっていうやつ、はい、とか、そうなんかフーなのかフーフーなのかどっちかわからなくなる時があるっていうの書いてある。あとフォトエベ曲はすごい曲調とかいろいろ覚えるので、なんかライブ前のフォトイベント嬉しいよねって話とかかな。あと円盤ください。はい。あとあれだ、あのメモに書いてあるんですけど、なんかその新衣装がね、まあ、今回あのね新衣装統一衣装になったりとか、今回初めてトロッコが出たりとか、まあ、サブステージがねできたりとか、ね、あと知らない間になんか新曲がめっちゃ増えてるみたいなのとか、なんかこういうのがさ、こう今までの
あのなんかグッズ買ったりとか、ね、ゲーム課金したりとか、なんかそういうのがこういうとこに生かされてるのかなっていうのをひしひしと感じ、なんかこうやってやっぱ素敵なステージを見せていただけて、なんかよしてこれからもなんかちょっといろいろ課金とかね、まあ、余裕がある時にね、そうそうしたいなっていう、そのもうなんかもうメモ書きはすごいね、言葉を選ばず書いてるから今すごい言葉直していってるんだけどだからまあなんかこれからもね、まあ、機会があるごとにそういう、まあ、なんか、まあ、楽しみながらね、課金もちょっとしつつあとやっぱライブ会場とかですね、ブラインド商品とかやっぱないよりはあった方が盛り上がるねっていうのが書いてありました、メモに。はい。どんな何を最後に書いてるんだ私は。ちなみにあの今のコメントの中では避けましたけど、はい、貢ぐかって書いてありましたメモに。あのそこまで背負う気持ちはないですけど、はい、まああのオタク警察に貢ぐかって言っちゃうんでこれからも楽しくアイプラ楽しんでいきたいと思います。はい。ねえ、はい、そんな感じです。リンさんのインスタはこの後見たいと思います。はい、ねえ、今回衣装制作の方々からのツイートもありましたね。ちょっと公式ツイートできるだけ公式の方のツイートとかあのね、いいねとかリツイートとかしたいと思ってるんですけど、あの確認いろいろしたいと思いますこれから。はい、ねえ、まあ、写真とか嬉しいよね。オフショー嬉しい、わかる。衣装のね動画とかね見ました。くるっと回ってるやつとか見ました。ね、あとこれからもあの物販、うちわとあと押しタオルもできれば再販してくれると嬉しいなって思ってます。はい、ね、いや息の長いコンテンツに育ってくれて嬉しい。わかるぞ。なんかね、3年目もこうやって応援できているということ嬉しいなって思います。あの時はちょっとうるさいかもしれないけどなんかでも今があるからこそあの時の幕張見れてよかったなって思うよ。あの時行けてよかったなっていう、まあ、こうやって発信する側としてもね、行けてよかったなって思います。はい、事前物販のロッピーダッシュを必須をなんとかしてほしい。まあね、物販とか事前物販とか、あと CD のね、そうね、特典ね、もう少し早めにあると嬉しいよね。それはすごくわかるね。そうだね、っていう、まあちょっと運営さんにもお願いしたいなっていうところもありつつ、でもすごく今回楽しい素敵なコンテンツ、ライブを作り上げていただき、つか今までもね、ライブ以外にもね、こうゲームとかいろいろ実装していただいたりとかね、本当になんかもういろいろな気持ちを込めてありがとうっていう、ありがとうございますっていうところをすごく強く感じた2日間でございました。はい。ね、ドリキュンの2人がもし実装されるってなったら、専属タオル再販あるか、どうだろうね、どうかな。またね、まあ、ツアーもありますけど、ツアー年末の札幌は結構厳しいぞって思ってますけど、はい、北海道、まず北海道の雪が怖いし、あと年末っていうのもなかなか社会人としてはね厳しいなって思います。なかなかね。まああの近い方はぜひ、はい。なかなかね、なかなか時期的にもね、ちょっと難しいかなっていうのはあるかな。はい。
なかなかやりよる、やりよるって感じでした。まあ、 それぞれね、 1月とかにも単独だったり、あの月ソサニピのツーマンだったりとかもねあるから、そのあね、でもどうなんだろうね。え、そのスパンだと2月ライブないのかな。2月なさそうじゃないね。どうなんだろう。だって1月末にライブしたら2月結構厳しいのではって思うけど、でも今年はどうだった。今年はでも別のライブがあった。1月どうだったかな。うん、でもアイプロとしてやるんだったらちょっとなんか難しそうなところあるなって思います。うん、って考えるとなんかゴールデンウィークとかワンチャンあんのかなって。うん、ね、ヴィーナスセカンド、そう、ヴィーナスパーティーセカンドね。うん、ゴールデンウィークくらいかな、どうかなって感じだけど。うん、またね、楽しんでっていうか、そのね、ワンマン行く人はぜひしっかりチケットの、ね、応募期間を忘れないようにね、しっかり予約していただいて、抽選申し込んでいただいて、はい、まあ、ちょっと行かれないかな、難しいかなって方はね、次のね、まあ、集合ライブというかとこも、はい、に行けたら、できたら、あったらいいんじゃない、いいなというふうに思います。うん、1月2月あたり皆様無理せずにですね、そうですね、そう思います。はい、なかなか皆さんそれぞれ予定もあると思いますし、まあ、なんか気候の問題とか距離の問題とかもあると思うし、ツアーだとね、全通したい気持ちはねすごいあるよ、すごいわかる。まあでもそれぞれ皆さんプライベートもプライベート、どっちがプライベートって感じだけど、マネージャー業を本業だとしたら、プライベートもね大切にしていただけたらと思いますので。はい、ね、うん、あ、どっかのフェスに出るとかね、確かにそういう、そうだよね、なんかいろいろね、去年もいろんなのあったからね、そういうのあるかもしれませんね、単独じゃなくて出張みたいな感じで出演はあるかもしれません。続報を待ちましょう。はい、ね、おのおののペースでライブ、マネージャーライフ楽しみましょう。はい、その通りでございます。はい。ね、マネージャーライフ長く、みんな長く楽しもうね。そこ大事だから、無理して息切れしたらもったいないから、マジで。そう、ソシャゲあるあるなんだけど、頑張りすぎて追いつけなくなってモチベ下がるとかマジであるから。いろんなソシャゲやってきた人の体験談なんだけど、マジであるから気をつけてね。そう、周りと比べちゃダメ。もうちゃんと自分自身と向き合って、コンテンツと向き合って楽しんでください。はい。はい、ということで、まあ、3時間半。3時間半を超えました。語り尽くしました、だいぶ。たくさんの方に見に来ていただきまして、はい。関係者の方にも来ていただきまして、すごくすごく嬉しいです。ありがとうございます。裏話も聞けて楽しかったです。はい、で、あとみんなのね記憶も本当に頼りになりましたので、ぜひ今後もねライブ参加したら感想会をしたいと思うので、はい、その時はまた皆さんよろしくお願いします。あとは普段からねアイプラ配信もやってるし、まあ基本的にはストーリーとガチャメインなんですけどって言うと、なんかちょっと語弊生みそうだけど、まあストーリーとガチャと、あと生放送、公式生放送のね同時視聴会ということでやっておりますので、ぜひ公式の方と合わせて一緒にコンテンツ盛り上げたり楽しんだりできたらなと思います。よろしくお願いします。はいはい。メインストーリーの頻度上げてくれ、楽しみだね次ね。うん。はい、ということでね、はい、皆様、今日ね初めて来たよって方はぜひチャンネル登録を、もうしてるよって方はね高評価だけでも押してって帰っていただけるとすごい嬉しいので、よろしくお願いします。あと坂道登るツイッターもやっておりますので、よろしければ、はい、だいたい配信の予告だったりするんですけども、アイプラ配信とかもねやるとき、はい、ツイートしてますので、よかったらツイッターの方もご確認ください。よろしくお願いします。うん、ね、皆さんありがとうございます。お疲れ様でした、本当に。
みんなアイプラ好きすぎて要望出まくりでよき。でもアイプラ運営さんは結構これしてほしいあれしてほしいって言ってると、あの自走されたりしますからね、ゲーム特に。うんね、ですので、はい、坂道さん初だったけど聞きやすくて楽しかった。本当ですか、ありがとう、よかったよかったです。はい、まあ、坂道登るアイプラ以外にもねやっておりますので、ぜひあの日頃の配信、まあ、他にやってるゲームだとブルアカが基本的にあるかな、他だとね、まあ、あとはコラボ配信だったり、なんかね普通の VTuber として活動しておりますので、はい、あの普通のゲームやったり、あとは雑談配信をね、今週はないんですけど、あのだいたい週1ペースで雑談配信入れたりするのでね、自由におしゃべりしに遊びに来てくれると嬉しいです。うん、よろしくお願いします。アイプラとともに坂道登るもよろしくお願いします、ということで、はい。ライブ直後の生放送も楽しみですね。そうね、楽しみです、すごく。はい、またみんなで振り返りたいと思います。マグロスさん、アイプラパーティーデイ3感想会ありがとうでした。感想会でした。はい、スーパーチャットありがとう。みんなとねこうやって感想共有できてすごくすごく楽しかったので、またやろうね。うん、もう普段もこうストーリーを読みながら妄想を膨らませて語ってますけど、まあオタクのね、オタクの妄想ということで、オタクの感想ということで、これからも楽しんでいただければと思います。うん、はい。ということで、ではでは、いつもの挨拶で最後締めたいと思います。はい、おつひらがな道坂道の道です。おつみちをよかったら、うん、最後だけでもコメントしててください。みんなのお名前を呼んで最後終わりますので、よければおつみちよろしくお願いします。はい、ということで、本日のアイドリープライド配信も、アイドリープライド配信、アイドリープライドビーナスパーティーザファースト感想会配信もおつみちやりきったぜ。やりきったぜ。はい、あ、ちなみにあの配信スケジュールはあの YouTube のチャンネルのところから、あの今週のスケジュールって出してるやつとかで見れます。そうだ、まだツイートしてない。ツイートしてない。はい、あとあのアイプラのあの振り返り生放送が土曜日になければ、土曜日坂道登るチャンネル登録者数3000人記念配信を、マシュマロ読みをやりたいと思います。あの明日ぐらいにはマシュマロツイート、募集ツイート出ると思いますので、よかったらマシュマロも送ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。告知 OK。 よし、できた、ちゃんとできた。よし、じゃね、みんなのおつみち読むよ。うー、嬉しいね、いっぱいおつみちがある。全部読みますから、ぜひ初コメでも大丈夫ですよ、お願いします。いきますよ、ここからで合ってるかな。うん、OT さんおつみちでした、ありがとうでした。あかなさんおつみちありがとう。四国の南さんおつみちでした、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます、おつみちもありがとうでした。ツーパナースさん、本当にツーパナースで合ってるのかな。ツーパナースさんおつみちありがとう。お刺身の唐揚げさんおつみちありがとう。ゆきさんおつみちありがとう。頭痛いさんおつみちありがとう。メルさんおつみちでした、ありがとうでした。なんちゃんおつみちでした、いっぱい感想言えて楽しかったです。私もね、めっちゃ言えて楽しかった。本当に全部詰め込んだから、はい、まあ、あとはもう記憶残ってないところはぜひ円盤化されることを祈っております。はい、おつみちもありがとうでした。キンチンさんおつみちですわ、ありがとうですわ。風水さんおつみちでした、アイプラ最高、アイプラ最高。はい、おつみちもありがとうでした。マグロスさんおつみちでした、ありがとうでした。おぎのとうやさんおつみちでした、おつみちありがとう。ポコさんおつみちありがとう。ルオンおつみち、皆さんの熱量高くて良いコンテンツ、いやほんとよ、なんか
このファンの一体感をここでも感じられた。ライブでももちろんそのね掛け声とかペンライトとかで感じてたんですけど、なんかこうやってみんなで感想がバーって出てくるところが、はい、みんなのこの一体感、熱量感じました。ありがとうございました。おつみちもありがとう。ガガガマルさん、おつみち感想会がライブより長いとか、これマジ、まあ、2 days 分あるから、 2 days 分そうあるから、うん、最高かよ。そう言ってもらえて嬉しいです。おつみちありがとう。ゆきしろさん、おつみちありがとう。さゆきさやかさん、おつみちでした、ありがとうでした。かがりちゃん、おつみちのぶるんが本当にライブ楽しんできたのが伝わってきてよかった。よかった、伝わって、本当に楽しかった。お留守番組にもね伝わったら嬉しいです。そうだ、私全然アンケート見てなかったけど、あでもまあれだね、いるね、それぞれちゃんと、あの両日参加、1日参加、2日参加、お留守番参加、お留守番参加してないお留守番組ね、それぞれいらっしゃって、すごい、100何票、164票、ありがとうございます。そんなにたくさんの人が見に来てくれたんだね、ありがとうございます。はいね、これからもアイプラライブね、今回行けなかった人もぜひ次回ね、もし行けたらぜひってところと、もし円盤化されたらぜひ円盤で確認してみてください。おつみちありがとう。アルピコさん、おつみちありがとう。にゃるさん、おつみちありがとう。あひとさん、おつみちでした。1日目しか行けなかったので2日目の感想助かりました。よかった、ちゃんと伝えられてはいね、みんなの感想も助かりました。おつみちもありがとうでした。中川さん、おつみちありがとう。神谷イトルさん、おつみち、おつみちありがとうね。神谷さんもお疲れ様でした。昨日の感想会見ました、配信複数人で楽しそうで、はい、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、ようこさん、おつみちでした。ライブ振り返り楽しかったね、楽しかったね、来てくれてありがとう。おつみちも、おつみちでした、ありがとうでした。ゆうりさん、おつみちありがとう。しゅやさん、おつみありがとう。けんたさん、おつみちありがとう。ともみさん、おつみちでした、ありがとうでした。カステラさん、おつみち楽しかった。私もめちゃめちゃ楽しかったです。明日からもこのパワーで頑張れそうですね。みんなも頑張ってこ、うん、おつみちもありがとう。トトさん、おつみちありがとう。ゆきし、おつみち、ライブ後の語らい最高でした。もうここが、ここが打ち上げ会です、私にとってここが打ち上げです。はい、一晩寝かせました。おつみちもありがとう。七猫さん、おつみちありがとうございました。こちらこそありがとうございました。おつみちもありがとう。辰谷さん、おつみちでした。あっという間の3時間半、ありがとうございました。なんかもうそうやって言ってもらえて嬉しいな、ね、3時間半って結構長い時間ですけどね、皆様最後までありがとうございます。はい、おつみちもありがとうでした。ヒーラさん、おつみちありがとう。ハリネジュフクロウさん、おつみちありがとう。ふわふわサンドさん、おつみちありがとう。グランベルさん、感想会配信ありがとうございました。おつみち、こちらこそね、楽しい時間過ごせました。おつみちありがとう。ドローレスさん、おつみちありがとう。カタツさん、おつみちでした、ありがとうでした。ジャッジさん、おつみちです。各メディアさんからのライブレポートがあまり出てなかったりするので、感想を共有いただけて助かってます。ありがとうございました。ね、いや、まあ、多分これからね、いろいろブログとか、ブログ違うな、レポート記事出ると思うんですけど、まあ、あとね、まあ、ハッシュタグでね、皆さんそれぞれ感想をつぶやいてたり、なんか多分、あれじゃない？イベントレポイラストとか多分ね、絵描ける人のやつ上がってると思うので、ぜひそれをチェックして、保管というか、まあね、楽しんでいただければと思います。はい、私もそれを見てちょっと記憶を保管します。うん、でまたね、公式の振り返りも楽しみにしてます。おつみちもありがとうです。はいね、いっぱいだったいっぱいだったね。うん、円盤同時視聴もありですかね。いや、そうね、そうなんだよ。なんかさ、前のやつやりたいって言ってたのにさ、気づいたらライブ終わってたからいつかね、いつかなんか円盤でね、ライブ同時視聴会みたいなのやれたらいいなと思います。うん、はい、ということで
ではでは皆さんね、長い時間そしてたくさんの方見に来てくださって大変嬉しいです。ありがとうございます。これからもねぜひアイプラ楽しんでいきましょう。はい、ということでちょっと待ってねということで終わるんだけどはい、ということで皆さん、いつもの挨拶はもう終わったそれでは皆さん遅い時間でございますので、おやすみなさい。良き夢を。またお会いいたしましょう。またねー。バイバーイ。おやすみなさーい。いい夢見てねー。Thank you.